ゆゆゆゆゆゆって書いた。ひらがなゆゆゆにし、あ、一緒だね、みんな一緒。あれなんか2個2個3個あれ、うん、一回私配信終了しちゃったかもしれない。なんでマジ。ゆいにゃんのファンの皆さんこんにちは嬉しい、念願の念願の念願のゆゆゆゆゆゆ。ちょっと待って、テロップ待っていいちょっと待って、かわいい楽しいかも良いかも良いかも良いね。ありがとう、ギフト。ゆゆゆです、こんばんは。念願、4月から言い続けてた念願のゆゆゆ配信です。奥田ゆいなちゃんがいて嬉しい。あ、よかった。石原ゆうなちゃんもいらっしゃいます。そうなんですよ、決まったゆゆゆ配信。こちらありがとう、幕張ありがとう、こちらこそありがとう。確かに2台持ってきててよかった。みんな2台あるのみんなあるの、おもろいからみんなある機械だらけ。ゆうたんがちょっと見切れてる。あ、こっち見切れてる自分が。どうしたらいい、まあ、みんな映るから、まあ、真ん中は全部映るかな。あ、全部映ってる、まあ、まで北沢一番ね北沢がさ、さっき一緒にいたんだけどさ、いちごも入れてて、ゆゆゆかゆゆゆにしてって言っとったいいよ、そういいよ、来ちゃうからの人、本当に本当読みたい。多分私2回配信しちゃってるわ。ヘンダーソンさん、ゆうすけさん、りかさん、ひらつぐさん、ゆきさん、え、可愛すぎる、ありがとう、素敵すぎる、え、めっちゃ素敵じゃない。え、りこしさん、りこしさんに見えなかった、素敵、前髪の色が違う、すごい、すごい、すごいね、すごい、ね、すごいね、ゆゆゆゆゆ、急遽ね、めっちゃ急遽だから、このレッスン着ね超レッスン着みんなゆるっとした感じで、そう、ゆるっとした感じで、誰もペースです大しておめかししてないんですけど、ね、ほとんどメイクしてないんですけど。あ、トランプとかあるからまたやろうや、しようしよう、うん、しようしよう。あ、これは順番なんですか、だってゆゆゆの順番ゆゆゆの順番あるよね。そう、あるよ、あるよ。右がゆうの、真ん中は私、左がいいな。あ、でも配信だと逆になるんだから、みんなが見てる方からだと、あ、いや、反対にならない、ならない、うん、やばい、足しびれちゃうよいしょ、楽しい楽しい配信始めたからといって何もしてないよね。ありがとう、お疲れ、ね、ひーなちゃん、私もシューザンハイランドのバンジージャンプ飛んだことあるよ。え、一緒だ。え、ゆうな、でもシューザン行ったことあるでしょ、うん、行ったことある、なんか逆バンジーみたいなのやったことある、なんか飛ぶやつあるね、あるね、うん、これなんていうのかな、名前がわからない。アルバムタイプ A と B 注文しました、ありがとうございます、うん、もう注文できるんだ。ゆいたん、今日のリップかわいい、どこの皆さんおすすめリップ教えてあ、ゆいたんのリップいいね、ロム&のこれジュジュブ7番と、うん、あと、うんうん、あのこの間ブログに載せたリリミューのピンクバター、うんうんうん、あ、私もリリミューだよ。あ、一緒、ないよ、ないね、私も今日ロム&だよ、確かこちらですね、薄いけど、え、素敵、何色何色、01番、うん、01番、01です、自分06番か07番だった気がする、嬉しい、嬉しい、やっとできて、こんばんは、久しぶりです、お久しぶりです、こんばんは、ちょっと月がない、ユニバーさん、パリーさん、こんばんは、ありがとう、TM さん、ブラックさん、健康コモナ、ギフトまでは読んで、モコナいけないから、トニーさん、名前ユニバースさん、チンチョウゲさん、ヤガさん、ありがとう、ちょっとなスムランデさん、イケピーさん、クさん、ヤオトンさん、健康しない、ヤオトンさん、ありがとう、ヤマヒンさん、エイタンさん、長子さん、ラクさん、タカちゃん、ヒラツグさん、ありがとうございます、ワイズさん、ヒラツグさん、コットラさん、ギフトありがとう
さあ、はじめましてしに行きます。寝坊して遅刻したらどうしよう。え、嬉しい。寝坊しないでください。寝坊しないでください。同じ時間、同じ時間、うん、いいな。私遅い時間が2時間目、早いんですよ、うん、私は。仕事終わってきてみたら指が揃ってる。イエーイ。エイトスキップ上手ね。でしょ。可愛かったね。え、見た見たよ、見た。可愛かったんだね。ユイナのこれも面白かった、うん、ラダすごいよね。すごい、すごい楽しかった。そうなんですよ。ゆゆゆゆゆゆ、名前寝すぎ。本当に本当だよ。いや、私さ、あのオーディションの合格発表の時ってさ、番号で呼ばれるじゃん、うん、でその後合格者だけ集まるじゃん、うんうん、そこで名前呼ばれるじゃん。その時え、ユーオーって思った覚えがあるの。そしたらこの2人だった。本当に。だからそのユーが多いなっての覚えてたから、ニックネームどうしようかってその時考えたんだけど、みんなね違う感じになった。ユイタンとかお嬢、ユーナになってユイニャになって、みんな違う感じになった。確かに。しかも仲良くなってるの面白いよね。ゆゆゆね、気づいたら本当に一緒にいるよね。え、本当にそう。レッスンから帰る時もさ、だいたいね、レッスンの左端ゆゆが、え、わかるわかるわかる。めっちゃわかるかも。ストレッチする時もゆゆゆ。そうだよね、そうだよね。こんな感じだね。休憩時間もいつも端っこいるから。え、そうなの。ゆゆゆゆゆゆ、いいよね。そうなんですよ。楽しいかも。そう、超楽しい。楽しいね。髪の毛の長さの感じもちょっと似てるの、やばい。本当思った。似てる、似てるよね。うん、みんな同じくらいだよね。下がろうかな。下がろう。後ろで下がって。え、本当に同じくらい。ね、いいね、同じくらい、うん、同じぐらいだわ。そうなんです。1回目、2回目、3回目。楽しいな、楽しいな、いいね。一緒いるだけで楽しいや。え、テロップ出さないの。え、出してたよね。私出せてない。消えちゃった。消えてる。お互いの第一印象教えてください。ゆいたんか見た私は。え、なんか、うん、最初、うん、会いたかったのレッスンに行くまでの道で会って、うんうん、そう、うん、ゆいなが、うん、え、なんかね、変わった子だと思った。なんか変なことしとった。え、なんかね、うん、なんかすごい可愛かったの、うん、だけど可愛くて、うん、めっちゃスタイルもいい感じで、いやいやいや、で、うん、あのね、話しかけてくれて、うん、めっちゃね、あの何、うん、岐阜なまりとあとタメで、あ、そう、めっちゃね、フレンドリーにね、うん、いい意味で話しかけてくれて、うん、でもなんか、うん、それできる子ってあんまりいなくないと思って。確かに確かに、いい意味でちょっと変わった、うん、面白い子と思ってね。私は第一印象思いました。いいですね。じゃあ次ユーナは。ちょっと待って、テロップが出ないんよ。ちょっと待って。え、たまにあるよね。え、あ、出た。ごめんなさい。よかった、乱してしまいました。ユーナは、ユーナいつ第一印象思っただろう。なんかね、うん、その会いたかったの時は本当に自分リアチュとミューポンとくらいしかあんまり喋ってなくて、あと最初もちょっとだけ話したかも。ユーナと最初いつ話したか記憶がない。6周年とか、ね、あ、確かに6周年の時でも写真撮ったよ。撮ってるよね。撮ってるか、あるかな、多分撮ってるよ。
どうかな。明日振り返り参加します。ごめんね、ありがとね。ほんとありがとう。待ってるね。明日振り返りって言うと楽しみにしてる。そう、明日に振り返りできるらしい。うん、なるほど。そうなんですよ。待って、2人が撮ってる姿、私撮ってるもん。すごい、持ってない、すごい。え、持ってない、送っとくよ、うん、え、欲しい、それ。え、いいでしょ、送っとくね。やって、素敵素敵。今見せたいけどね。え、でもなんか確かに全然見せていいし、なんか、え、うん、何、あの、何、どの子と一致、どの子がメンバーなんだろうって一致が一致させようとしてた時があって、うんうん、あるね、うんうんうん、それで、あ、ゆうなんだって思ったかも、うん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 、なしちゃんやったね、うん、懐かしい。そういう印象かも、うん、なるほど。ゆうなん、かわいい。ゆうたんもかわいいよ。挟んでる。じゃあ、ゆうなから見たゆうたんは、え、はじめ、第一印象。第一印象、うん、第一印象、緊張して無言になるかもですが、よろしくです。待ってる、ね、楽しみにしてる、会えるの。なんだろう、ゆいたん、でもさ、最初なんか慣れ始めみたいな覚えてない、ゆいたん。え、だよね、うん、いつの間にか、うん、いつの間にかだわ、ここは本当に。私はゆいな、え、まあでもなんかショールームの印象強い、やっぱギフちゃん、ギフちゃん、確かに。だからギフちゃんです、ショールームの子って感じ。あ、言ってたね、うん、私から見た2人の印象は、ギータは会いたかったわ、レッスンで喋りかけた、うん、覚えてる、覚えてる。ほんと初めのかも、会いたかったの、で、ユーナはなんだ、でも初期の時から一緒にプリクラ撮りに行ったよ、うんうんうん、あとはオーディションが番号が前後で、うんうん、近かった。オーディション合格発表後に話しかけたのがユーナだった。そうです。いいよね、懐かしい。もうすぐで1年だもんね、うん、ヒロメから。でもね、ユーナ、あの契約の時同じ部屋だった。そうなの？それだ、契約、なんかさ、契約面談、一番最初の時ね。うん、本当に一番最初の時、一番最初の時、ゆいたんだったね。同じ時間だったね。前サチだったよ。あ、え、そこそうなんだ。そうなんだ。え、自分の前の子はさ、辞退されちゃったよね。そうそうそう。なんか保護者で来てた。うん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 。そう、来てた。来てた。そう、そこで、それでした。ゆいたんの家族といっぱい会った。それが初めまして。それ初めましたね。私多分かすみんが一緒だった気がする。あ、うん、確か一緒だった気がする。目指せユニット曲だって。え、そう、え、でもうちらでやりたいユニット曲もあるよね。え、わかる、出てくる、わかるよ、わかる。やりたい曲あるよね。3人でデビューしたらって。デビューします。ユニット曲確かに欲しいかもね。ね、アルバムで、確かに、アルバムで宣伝しとこ。宣伝、温泉曲、温泉曲、温泉曲。いいですね。マッツンさん、こんばんは。こんばんは。桜とかいっぱい降ってるからね。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。いつものようにはしゃいでいいよ。はしゃぎます。いい感じ。でもいつもこんな感じなんです。ゆったりしてるよね。え、B さん、桜ありがとう。ちょっとX がバズっちゃってますね。本当にお騒がせしてすみません。こっちもじゃあ、ペコリペコリ、すいません、すいません、すいません、ゆいゆいの一員がすいません。ちょっと保護者として謝ってくれてる。
仲間としてね、ゆゆそうだよゆの担当としてちょっと本当にかわいい、なんかみんな春のギフトがかわいい、ね、かわいいよね。バギーさん、ディレクターさん、ヤスベさん、たくさんありがとう。花火ありがとうございました。ブラックさん、花火ありがとう。ショクチョクチさん、ヤリーハントさん、カプリスさん、リューリーさん、バリーさん、クライアリーさん、トマットさん、アキマさん、ユースケさん、マウさん、ありがとう。ペンさん、ペンギンさん、ナルミさん、NT さん、エミローさん、サクラさん、ミカエルさん、カムカムさん、シマさん、ズーテさん、アラカラさん、シンチさん、アクンってことやさん、ありがとう。エスケームさん、クサケドさん、ダイさん、N700 さくらさん、ネッチさん、ありがとう。タカちゃん、ありがとう。ユウさん、スガさん、連帯責任ながら、ツヨさん、つよつよさん、ひらつぐさん、マックさん、ありがとう。クマケイさん、パリーさん、ショウちゃん、ありがとうございます。みんなありがとう。めっちゃ 春ですね。おはようございます。ハロリンさん、さくらさん、クマケイさん、パリーさん、小雪さん、目黒の浩二さん、大さん、いつもあるとどこにいるか迷う。ありがとう。バニーさん、大さん、プニーさん、小山地さん、吉田さん、マッツンさん、クムハさん、ユウスケさん、ドンフィシャスさん、マッツンさん、リカさん、タカヒーロさん、ありがとう。ちゃんと最後男女読みもします。何時までしよう。私は10時までです。配信できるのが、そうだね、そうそうだよね。あとエクソン投稿もしなきゃ。幕張ありがとう。こちらこそありがとう。タオル持ってきてくれてありがとう。ふわふわな3人に可愛いユニットしてほしいな。天使のシンボルがありがとう。可愛いユニットしたい。ヒロさん結婚しない？結婚しない結婚ギフトはいつもどう返してる？結婚しない。来ない。来ない。来ません。来ない。まあ、お嬢にね、私が簡単に言えないから。ね、そう。うん、そうって言ったら来そう。まずはこの二人の許可がいるから、お母様の前に。承認？そう。私たちも許可いるからね。そうです。そうですよ。なんかやる？なんかする？ドンヒシャスさん。ありがとう。そうなんですよ。それでちょっともう私は大変なんですよ。大変なんです。いっぱい聞きますよ。宣伝も聞くよ。聞きますよ、ゆうかたん。本当にちょっと、はい、それ、うん、どうぞ。ちょっと私ちょっとまた伝わってないで、はい、またなんか人のせいにしようとしてるんで、やっぱりその人がちょっとね、なんか昨日のその AB さんが投稿してくださって、それをなんか引用してくださってる方とかになんか心配してくださったり、なんか自覚なくなのかあえてなのかわかんないんですけど、なんか人ごとのように返信してて、なんかちょっと危機感持ちました。ので本当に皆さん気をつけてください。なんかその方がレーンで他のファンの方に暴言吐いたりとかしてるんで、ちょっとみんな本当に気をつけてほしいです。なんかコメントしてきて、もう皆さんもう返信するのやめてください。うんうん。って思います。本当にお願いします。お願いします。資格がないならちょっと怖いんですけどね。今見てる人いるの？見ればわかんない。どうでしょう。どうかな。見てくれてたらいいけどね。ねえ、見てくれてる上でなのかもしれないからな、うん、そうなんですよ。そうですね。で、あと誤解をしないでほしいのがことが一つあって、うちの母が幕張のイベントに来てたんですけど、うん、てかなんか親戚みたいなのとかもいっぱい
いろいろ友達とかもたくさん来てくれてて、幕張の無料イベントだったじゃないですか、特集が。であの母とかも私を心配してイベントに来てるわけじゃないですし、本当になんか結構アイドルさんで何ご家族先輩方でも他のアイドルグループの方でもそういうイベントに足を運んでらっしゃるご家族っていると思ういるんですけど、私もよく好きなアイドルさんのメンバーのお母さんと話したりとかしてたんで強いゆいたんならではの、そうとかで、あの本当にあの何だから話しかけちゃダメとかも別になくって、だって私の母はアベマにも出演してるわけで、顔出てるね、めっちゃびっくりしたんだよ、美人さん、めっちゃ美人、もうビジネスじゃないですけど本当にそうやって出てるし、だってアベマに出てたお母さんだよねって言って話しかけてもいいってなんか許可取ってくれるファンの方とかもいて、いやそういうのはやっぱり何なんか好感持てるなって思ったけど、そうだったらアベマなんか話しかけないでほしいとかって思ってるんだったら、だったらアベマも多分出ないし、うん、なんだろう会場にも来ないし、せめて変装してくるんじゃないみたいななので本当にそれやめてください、はい、やめて本当に。でも盗撮とかは絶対やめてほしいですけどね、犯罪です、はい、犯罪です盗撮は犯罪なのでダメです、はい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 ゆいなおこゆうなもおこゆいおこおこだからねそうです、そうお願いします。私が言ってることがちょっとあんまりね伝わらない方が多かったなって思ったのでそれはちょっと言わせていただいたんですけど、本当になんかその方は3期のメンバーなんか誰がリオに住んでるのとかっていうことを聞いてきたりとか、本当に具体例出すとっていうこともしてきたし家どこどこでしょうとかそういうのが本当にあったんで、反対です、ダメです、絶対いけません、そうです、ダメです、本当お願いします、いけません、 NG です、そういうことは本当にそういうのが NG だって言ってるんです、私は本当にね、はい、そういうのがちょっと個人情報とかっていう言い方で濁したんですけどそういうのがすごい困ります、やだねー、やだねゆうた守ります、守ります、私たちが私もうちのメンバー守らなきゃいけないんで、そういうのは回答できないんでダメです、本当にやめてください、他のメンバーのこと聞くのもやめてください、ダメです、個人情報です、個人情報、いるんよね、でもゆうた、いるんですよ、なんでですかね、なんで本当にメンバーみんなになんでって言われるの、なんで自分なんでゆうたんだけそういうの聞く人いるんだろうねって言うんだよ ね、 ですね、お願いします、はい、出禁になっちゃうからね、本当に本当に現場来れないよ、わかった、あちょっとこれ以上勝手なことをポストするのも控えていただいて、はい、はい、ダメです、ダメです、いけません、画面見ちゃうけさ、うん、どこ見たらいいか分からないね、です、お願いします、じゃあみんなで守ってあげてください、はい、守りましょう、守ります、言われなくても守ります、守りますよ、みんなに守っていただいてます、はい、うん、結構先輩のメンバーさんとかも相談乗ってくださったことがあって、うん、そうなんですよ、いけませんね、ありがとう、最低限の、ね、ルールとマナーと守りましょう、ですよ、これ繋がるんじゃない、全罰が、確かに違う、あそういうことあの3人で作るんかと思った、一つそういうこと、うん、ゆうなこうやって伸ばして、ゆいちゃんこっち伸ばして、イエーイ、お家
家みたいな、ね、屋根、屋根か、なるほどね。ゆいにゃん、ゆいにゃんのお家、かわいい。なんだこれ、いいですね、いいですね、ありがとう、みんなありがとう。ゆゆゆポーズ、え、これゆゆポーズになった。違う、ちょっと違う。これゆゆポーズ、何これ。わかんない、わかんない。あ、確かに暗闇の振り付けみたい。確かになんかあるよね、なんか部屋の中で。え、そうそう、それこれってやってるとかね。そう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 、うん、言うのなこれ、やばいな。何ちょっと限定。やだー、限定懐かしい。懐かしいよね。いいですね、いいですね、いいですね。こんばんは、こんばんは、こんばんは、世間様ありがとうございます。この3人組面白いって、だって面白いよ。じゃあトランプする。どういう流れ。しようしよう、いっぱいなんかあるよ。七並べじゃなくてトランプ。あ、七並べやる。七並べやる。いいじゃん。どういうこと。え、本当の、え、本当のトランプで。え、アプリのやつで。どっちでもいいよ。え、携帯みんな使え、いける。え、いいの、自分はいける。いける、うん、いける。6台あるけど。充電器だけ変えてもいい。あ、いいよ、充電器でも充電。あ、そこにコンセントがあるわ。携帯です、充電。6パーしかない。あ、やばい。借りてもいいですか。え、どのコンセントがいける。いっぱいある、ね、一人一人ずつの。普通のやつ。あ、普通の。これ違う方。これ違う。違う。これゆうの持ってきたやつは、私あのこの配信用のしか持ってこなかった。これこれこれ借りていいですか。いいよ、ありがとうございます。これなの、これこれ一旦ちょっと、ゆいなに毎日充電器貸してる。わかりますね。本当にそう、本当だよ、充電器泥棒、充電泥棒、充電泥棒よ、ゆいな。そう。確かに3人とさ一緒に当たれたらさ良すぎるよね。3人で当たれたらクリア、うん、クリア、うん、え、いいよ、クリア。終わりませんみたいな。終わりませんだね。え、今、え、本当にいいよ、しちゃう。しちゃう。いや、え、あれやん、読んどこうよ、じゃあ。あ、ギフト、確かに読んどってからにしようかな。うまちゃん、やましんさん、かっこいいぷさん、シルボーイさん、やすべさん、ありがとう。うまちゃん、とわにいさん、やましんさん、かたさん、リータムさん、ももな、くまねパパさん、しょんちゃん、ありがとう。ダビドさん、ドグラさん、ウエティさん、アトリさん、ペグロのコウジさん、クッキーさん、ジューデスさん、マコトさん、クマケンさん、トゥリさん、ありがとうございます。さん、クモハさん、クモハさん、ユウさん、ミカエルさん、ワッチャン、キュウさん、なんでそっちにいっちゃうの。ヤマトさん、メガスマさん、みんなギフトありがとう。ユウスケさん、あ、ヒラツグさん結婚してってきた。あ、ユウタンの断り方気になる。あ、気になる、気になる。無理です。シンプルに、私がするので無理です。あ、そうなんです、そういうことが。あ、なるほどね。そういうことか。OKOK。 なるほど。いちごがいるんじゃない。いません、いません。じゃあユーナンかな。あ、じゃあユーナン、ひーちゃんおるやん。じゃあ、じゃあ奥田くんは。あ、奥田くんいいね。奥田くんかわいい。奥田くんとにしようよ。奥田くんと年下かわいいな。年下いいよ、うん、年下の奥田くんと結婚します。これおつまみんからいっぱい来てるけど、いっぱい来てるから。おつまみんやめてください、来ませんから。すごい、おもろい。マクさん、うまちゃん、やすべえさん、くもは、本当にみんな結婚しない、お願いします。みんなすぐ結婚したがるから。そうだよ、結婚したがる。どう、奥田くん結婚できる。あ、かわいい、結婚しよう。奥田くんだ、やった。奥田くんと結婚します、ありがとう、って言って断ろうかな、毎回。いいじゃん。こんばんは。じゃあ七並べしちゃう。七並べする。しちゃう、しちゃおっか。しちゃおっか。ユニバーさん結婚しない、ありがとう。結婚しない、結婚。じゃあ今日は私も断っとこう。ダメです、ダメです、ダメです。
え、かわいい。結婚ギフトまた飛んできた。ありがとう。でもダメでーす。ダメでーす。ヒロさん結婚しない。ダメでーす。本当に結婚しない。はい。ね、結婚して料理取ってるから。え、これさ、このままさ閉じちゃったらさ、うん、配信終わっちゃう。うん、こっち側してるから大丈夫。普通にこっちはもう、うん、大丈夫大丈夫。天才。大丈夫。こんばんは初見さん。こんばんは。ね、なんかちょっと初見さん多い気がする。え、思う、嬉、うん、しい、ね、こっちにしか見れないから。初見さん大好き。で、大好きです。フォローありがとう。フォローも待ってます。待ってます。あ、本物のトランプもあるけど。本物のトランプもしたい。え、どうする、何する、何する。え、じゃあ七並べ本当にせーのでみんなで押して一回遭遇したい、うんうん、確かに。でもさ、みんな見てるからさ、うんうん、みんなもさ、七並び一緒に押すんじゃない。え、みんな押すかも。でもね、ラグがあるから、うん、確かに確かに。ってことは予測しないといけないね、みんな。ってことラグをだ、そうだね。ゆゆゆで当たれるの面白いね。楽しいかも。ちょっと七並び久しぶりにするかも、うん、できた。ベッドしてる？あ、じゃあ3個ベッドしよう。しよう。始めます。3人で当たれたらいいってこと？うん、OK。 ガガセ、え、あ、大丈夫、ハート、うん、OKOK、OK、OK、ここ押せば OK。 ガセーの、あー、ダメだ。え、2人当たったんじゃない？私だけ違う。え、違う。あ、ユーの一緒。え、いいな。嬉しい。あ、ゆいたん来た。でもゆいたん推しの方と2人もいるよ。え、すごい。ゆいたん私推しの方いらっしゃる。本当だ。タイミングが良ければ当たれるね。よろしくお願いします。お願いします。え、ミラーボールありがとう。嬉しい。来てるかな。ちょっと久しぶりにやる。3人で当たりたかったね。ね、え、当たりたかった。何回かすれば当たれそう。でもさ、なんか、うん、カラーズの時かな、うん、みんなで七並びやってた。やったやった。3期全員でやってた、ね、楽しかった。あれ3期ほとんど当たったことある気がする。え、マジ、うん、あんまりないですね。本当に、うん、本当のトランプで七並べとかもしちゃったり。え、しちゃう。ゃ見せれんね。そうだ ね、 ね、確かに。ミスって、ま、パス押して死んじゃった。4位、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 もう待ってるやん。4位、4位になった。バースト押しちゃった。あるのにバースト押しちゃったの。そう、あるのに間違えてパス押しちゃった。どうなんだ。こういう感じですね。こういう感じですね。カード枚数はそこまで変わらないですね。今のガチャあれなんや、見物衣装なんや。えー、うん、欲しい。え、見物いいよね。何の衣装が好き？スティンの衣装。ゆいたん、チャートリのさ、あれ好きそう。あの、水玉のさ、ピンクの、なんか黒い。いいですね。ちょっとわかんない。ゆいたん1位です。え、やった。え、2位は私です。あ、すごい。ワンツーミニチじゃん。すごい。ありがとう。じゃあもう一回行く、みんなにタイミング教えないのやばいね。ね、本当にそう。普通さ、何のためにね、何秒って言って合わせるやつね。普通合わせてやるのにさ。ね。
そう3人でやりたいのやばい。自由すぎるからじゃあ押しますか。えこれ3個やったらさ、そうだね、3個やもう1回やって、ここからここでいくよ、せーの。あ、ゆうなずれた、ずれたかも。えマジ、あここ一緒かも。どうだろう、え、あ一緒一緒一緒ピエンショー、ゆいたん勝てるかな。え、でもさっきさ、うん、配信見てくださってる方がいる。え、いらっしゃるよね。うまくタイミング合わせてくださって、ね、すごいね。ね、マジですごい。嬉しい。ゆうなんて言ってた。え、見せて。ゆうなんて。可愛いだ。え、でも全員のやつ持ってくださってる。嬉しい。ほら、すごい嬉しい。嬉しい。優しい。のりさん。え、よくわかったね。ね、タイミングが。よくわかるよね。勝てるかな。今日の1億人バズったことどうしようかな。カベシマユイカだって、これユイタンの。かわいいその顔、嬉しい。ユイタン自分のあれアイコン持っとるんや。アイコン全然でんくない。バレンタインできた。あ、うん、そっか、もらえたやつか。もらえた気がする、うん、私これ自分のなんかたまたま当たったよね。すごい。アイコンってさ、その全メンバーの中からだからさ、めっちゃ確率低くて、間違えた。まあそれはやっちゃったね。やっちゃった。やばい、ジョーカー残してます。ジョーカーが最後に残っちゃった。やってるよ。どうしよう。どうしよう。どうしよう。もうこれは。どうだろうね。反則負け。やってる。反則負けやっちゃいました。うーん、ちょっとコメント読んどこ、間に、うん、当たらんかった？どうかな、当たるかな。こんばんは。そう、ゆゆの3人配信。投げちゃう、ゆいたん持ってるの。あー、イエーイ。あ、よかった。何位だった？私反則負けで4位。なるほど。そうじゃん。反則負けです。あーねー。そうなんだ。次は当たれるかな。3人当たるまで終われませんなのこれ。そう。だいぶ確率低いよ、うん。頑張らなきゃ。1人がさ、3人、うん、こうやってパッと押したらいいんじゃない？あ、確かにそんなのすればな、そう。うん、あ、みそみそさん、危ない、よかったよかったよかった、危ない、誰かやって、重大な任務だよ。でも手3本も入ってないもんね。いく、いく、うん、せーの、えぇ、待って、あー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 だってせーのって言ってもさ、多分10秒ぐらいタイムラグあるもんね。そうそうそう、うん、すげえ。なんで合うんだろう、めっちゃ合うよね。でなんで合わないのここは。ねえ、本当に一緒に押してるのに合わないの。まあそのなんか一緒に押してさ、4番目と1番目なんじゃない、その4人分かる、うんうん、同じタイミングで押したけどその組が違うみたいな。確かにね、だから3人一緒ってだいぶ大変そう、ね、配信中だから余計にそれの配信外でやってくださいってことですか。そう、本当だよ。本当なのよ。え、なんか頑張りちゃっていっぱい押してくれる。リチャのリチャ、頑張りちゃ、私もリチャの買った。リチャと後で電話しようと思ってる。あ、そうなの。そう、私今度会おうねって話してるの。あ、いいな。そう、電話に参戦しちゃうかな。私も会えるかな。そう、みんな電話、うん、電話しますね。
健康にしよるね。嬉しい。やばいかも、また負けちゃう。マジ？うわどうかな。あれみんなバーストしちゃった。あ、あどうかな。ここ置いてください。ここに。言って言って。置いて。置いてください。あでも。うわダメだ。あ、まあまあまあ。まあ三位三位三位。うん。あ負けちゃいそう。負けちゃいそう？うん。バーストしちゃったー。ありゃりゃ。かわいい。じゃあちょっとガチャ回して、ゆいたんかゆいな出るまで終われないのやつするね。え、コインある？え、やばコイン。あいよ順、下の、下全、なんか、分かれてるじゃん。上、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 上。みんな上やった。ゆいたんギリ上だよね。え、ギリ上。ね。映していいんかな。え、ダメなの。ダメなのか。そう。一瞬なんかパッてやるのは、そうなの。多分、なんか。グレーゾーンみたいな。なるほどね。グレーゾーンみたいな。じゃあ押してください。ゆいなとゆいたんと私が出たら、いいの？10枚中ね。出るかな。やばい。でも全然確率的にあるよ。いいよ。ピッピッピッ。あ、私とゆいたん。あとゆいたん。あ、ゆいたん。出る？あ、出た！斜め斜め。エキスかな使えるよ。確かに。え、かなう。かさみ。誰だと思う？当てよ。リアチュ。ああ自分も思った。リアチューね。リアチュー、リアチュー、リアチュー。あ、リアチューじゃなかった。いったん今夜ある面白い。え、ある。ある回してみたら。しかもなんかこれある。ああ、じゃあ絶対に出るじゃん。私、定期的に回してるから、あんまりないよ。3期研究生。3期の1の方。そう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 。え、回します。はい、回してください。あっ！あっ。あっ。あ、自分出た。ゆいとか私出るかな。あ、ゆいの出た。出ました。私はこれが私なんかな。よい、やばい。やった、ゆいと出た。やった、やった、出た。すごい、すげえ。こんな流れで私もやっちゃおうかな。こういうないけど全然。うん、やっちゃいます。今全員余裕出てるから、ちょっと流れを止めたくないな。あ、出てない。え、出ない、出ない、出ない。3枚やって。え、やばい。え、出ない出ない出ない。だってユイナとユイナ出ないよね。え、ユイナ出ない出ない。面白い。おもろいね、ガチャ。めっちゃみんなかなう出た。え、そのなめっちゃかなう出る。かなう、かなう、かなうのカード一番多いかな。かなうのカード、あ、ニッポのカードもいっぱい持ってる。え、何か美月さんのメモリアル。あ、そうそうそう、あの欲しい、しか出ないってやつ。シークレットいっぱい回しちゃう。え、かわいい。そう、めっちゃ昔のやつとか出るの。私アンナさんの時めっちゃ回した。え、かわいすぎる。ちょっといっぱい回っちゃった。美月さんかわいすぎる。アーカイブ行きになっちゃうけど、すごい。え、ね、そう、滝野さんのやつをめっちゃ回したもん。え、回した。私アンナさんので本当に声なくなった。あ、皆さん対戦ありがとうございます。ありがとう。バチバチ、ありがとう。どうする、トランプする？しちゃう？当たってないけど。どうしようか。トランプ何する？何の上？何する？パズ抜き？これはどうする？もう終わりにする？これやる？あと一回だけやったく？あと一回だけ。あ、これもう一回。え、待って待って、誰かタワーくれた。何が？ありがとう、ありがとう。待って待って。え、そう。桜立ってる。え、嬉しい、ありがとう。ナーラブさんだ、ありがとう。待って、なんか書きたい、なんかない？なんかない、なんか。え、指摘見て、これなかったら。え、すごい、すごい。また後日にしようかな。え、嬉しい、ありがとう、ナーラブさん。バチバチ、ありがとうございます。桜タワー、ありがとう。桜
ラキラキラ、ありがとう。お話し会もありがとう、会えて嬉しかった、ありがとう。はあ、優しいよね。桜とは嬉しい。桜のギフト可愛いよね。うん、可愛い。いつぐらい桜咲くんかな、この辺って。早く咲いてほしいよ。え、これでも大丈夫ですか。いいの、ありがとう、うん、ペン使って。え、ありがとう。ちょっとゆうなんに借ります。はい、どうぞ。一旦書き書きタイム、書き書きタイムですね。じゃあトークしておきましょう。初対戦、ありがとう、ありがとう。何話しましょうね。ペンたくさんある、かわいい。机使っていいよ机使っちゃおう。こんばんは。え、いつミラーボールがあったんだろう。ミシェルマイさん、ありがとうございます。わあ、さくらが、さくらがモニターが立ってる。え、ほんとだ、やばい、すごいね。ありがとう、きのこかパパさん。じゃあちょっとゆいたんと一緒に書き書き、じゃあ書き書き、書き書きタイムあるの。じゃあ私が一人で話そう。ありがとう。さん、きのこのかパパさん、ミシェルボーイさん、ミンミンさん、きよみんさん、マクさん、マイドのごさん、ゆうなぎさん、ワントさん、きよみんさん、ヨウトンさん、うまちゃん、マクさん、ヤマシンさん、カクタイプさん、トマトさん、ありがとう、イケビスさん、うまちゃん、トマトさん、ヤマシンさん、ミリガムさん、ありがとう。すごい、2人が書き書きタイムに入りますので少々お待ちください。ゆいたんとの追いかけ対決みたいになっちゃうけど。いや、いいな、いいな。追いかけ対決じゃん。え、なんかでもさ、やってたよね、なんかそっちのチームさ、バズレで。え、やってた、ね、え、結構待って、放送されなくて悲しかったよね。だいぶ放送されてたよね。やばい、裏話やばい。でもさ、今日来てたよね、あれ、あの来てた、あのサッカー、ね、サッカーのやつ。え、来てた、来てた、来てた、あのそうなんだ、全部なくなっちゃったから。これ使っていいですよっていう。え、そうなんだ。そう、え、本当にね、半分以上どころか3分の2はなくなってると思ってたじゃんね。だからちょっとね、悲しかった。あと前編とかも、え、そうそうそう、あれなくなった。マット運動とかもしたい、ね、マット運動なくなった、そう。ブリッジのやつは見たよ。あ、ブリッジやばかったお願いしますってやつが編集でなんかお願いしますってやつあれツボなんだよね、結構楽しい。お願いします、ケイソーさんが私のリツイートしてくださってる。え、うん、ポテンシャル、うん、リアチュウ、ユイナとリアチュウ、あ、3人、リアチュウとミポンと私と3人。あ、楽しい、すごいおめでとう、嬉しい、すごい、そんなことある。でもリアチュウあれだった、あのイラストレーターさんの方も、え、見た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 、すごいよね、すごい。みんな協力してくださって嬉しい。私はちょっと X が使えるの22時までちょっと考えときます。そうね、そう、確かに確かに、すいません。無言タイムだ、あ、本当、ね、無言タイムだ。全然無言です、全然無言です。何のバズりにするんですか。迷う。昨日のいただいた素材をもう一回使ってもいいなっていうの。そう、確かに、かわいい。
そうだ、ピンクの取り合いが起こっちゃう。あ、ほんとでもピンクないかな。確かに返しとくわ、ありがとう。ちょっと濃い、濃いめのピンクもいいと思う。かわいいな。ピンたくさんあってかわいい。ね、素敵。じゃあ濃いめのピンクをお借りします。あ、どうぞ。ピンクを、ピンクです。こんなもんかな、でも。結婚して、待って、のまちゃん10個もありがとう。ダメです、10回断らなきゃ。あ、無理無理、ダメ、やだ、無理、ダメ、やだ、無理、ダメ、やだ。いい、ありがとう。でもあー、どういうこと、めっちゃ楽しかった。ありがとう。ほんとだ、嬉しい。同じ方、キノコのカパパさん。まだ私今日お返しできてないのがたくさんあるんだけど、じゃあ2人に合わせてちょっと今日書いちゃおうかな。ちょっと今日頑張っちゃおうかな。また取り合いになっちゃう、あの、ね、ペンが、ペンが。ありがとうございます。ちょっとまた棚卸れさせていただきます。あの、溜まってるんだ。まだそう溜まってるんです。ありがとうございます。桜が太陽、ありがとうございます。どこで描こう、床で描こうかな。あ、じゃあこっち使ってもいい。あ、いい。え、見えるかな、めっちゃ光っちゃうかな。桜の模写。桜の模写。え、ナーラムさん、いいね、桜のタワー、ありがとう。わかりも会えて嬉しかった。ありがとう、可愛いタワー、嬉しいです、とっても。ありがとう。桜まだ見れてないから、ちょっとショールームで初めて見ちゃった。ありがとうございます。ありがとう。桜の春を実感しました。ありがとうございます。見えるか、ありがとう。じゃあ同じじゃねえか、同じ場所じゃねえか。こちらこそありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ありがとう。本当に、ね、本当に画力なくてさ、すごいわ、バーストしちゃった。また七並べやりたいね。まだ七並べしてくれてるんか。いしょ、また当たりたいな。みんなで対戦しようね。二人もセンスがいいから、ちょっと私も頑張ろう。タワーパチパチもありがとう、優しい。何しよう、どう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 しよう。うちのルームはみんながタワー誰か投げてくださると、うん、みんながパチパチしてくれる。え、ねえ、素敵です。ありがとう。あとさ、ありがとう、お誕生日おめでとう。みんながしてくれるのとかもね、嬉しいよね。いいよね。ルーム内で盛り上がってる。こんばんは。あ、これ？あ、黒使っていい？あ、いいよいいよ。ありがとう。パチパチもありがとう。インクやった。これ。ん？あ、サイン入れるというのか。またパクられちゃう。違う。だってなんかな。ああ。こんばんは。ありがとう。皆さん、ちょっとコメントもあんまり読めなくてごめんね。リタも言うことは大丈夫？大丈夫かな。今日の批判のうちにいっぱい。コラボの方が言いやすいよ。そうだよ。確かに。でもね、他の方は。うんうん、なんか特に何も言ってないから伝わってくれてると嬉しいなくらいかな。うん、みんなありがとう。いや、全然全然。ありがとうございます。できた。ゆいなとゆうなのファンの皆さんは本当にお騒がせしました。全然全然。みんな優しいかな。そうだよ、本当みんな優しいから、うん、
ちょっとゆいなのにお礼しちゃってるみたいになってるかもしれない。本当だ。本当だ。めっちゃゆいなのにお礼してる。ちょっとこの手添えないてゆいな。消しといてゆいな。ちょっと。あ、ちょっとじゃあ。あ、でもどうせ前になっちゃう。面白いから。きのこのかパパさんありがとう。さくらとはまだ明日はあのイベントのお礼配信をしようと思ってるので、また来てほしいです。お願いします。ありがとう、嬉しい。さくらとは今からアイコンガチします。今日こそ出します。え、応援する。ありがとう。当ててきのこのかパパうまい、嬉しい。え、いいなりますように。あ、3人に質問していいかな。朝ごはん食べますか。だって食べません。食べませんやばい。今日は何食べたの。朝ごはん食べません。あ、食べてませんしっかり食べて。それはもうこんばんは。あ、でもお昼はちゃんと食べた。お昼は竜田揚げを食べました。美味しかったです。ピータン今日何食べた。今日はお昼と夕方の間くらいにオムライス食べた。かわいい。かわいい。自分で作っちゃった。うん。かゆうのは。ゆうのは、うん、お昼。どっちでも。朝でも昼でも。朝。あ、味噌汁食べた。味噌汁作った。あ、いいね。そう。いい。作りました。いいね、味噌汁。美味しいよね。え、なんかさ、うん、自分ね朝ごはん聞かれるといつも思い出しちゃうんだけど。うんうんうん、中学のなんか保健の授業、うん、なんか体育の先生がやる授業、うんうんうん、時に朝ごはんは食べますかみたいな。で朝ごはんを食べないとなんか集中力が出ないみたいな、うん、なんかさ、あるやん、あるあるそういう授業、ね、そういうのがあって、でそしたらみんな朝ごはん食べてなきゃいけないって思うからか、うん、なんか本当か嘘か分かんないけどみんな朝ごはん食べてますってあげて、うん、自分だけ朝ごはん一人だけクラスで食べてなかった、うん、あ、そうなの食べてないって正直戻しちゃったのね、うん、そしたらその体育の先生も自分も食べてないです。なに、うん、授業してる人が、うんうんうん、そんなに朝ごはんを食べることの大切さを授業してるのに、うん、自分も食べない派です。面白いね。どっちやね、言ってたのがめっちゃ思い出しちゃう、毎回思い出しちゃう。面白い。でもなんか本でさ、なんか朝ごはん食べない方がいいみたいな本あったよね。え、そうなの。それ見たことないかもしれない。見たことないかもしれない。なんかそういう感じのなんか食べなくてもいいみたいな本見たことあるよ私。へえ。ちょっと調べようや、朝ごはん食べなくてもいい本。ちょっと気になるかもしれない。なんかで見たことある。あの学級文庫あった。うんうん、そんな学校に置くなって感じだけど。高校の時。そう。ストーンブックさん、バールさん、ありがとうございます。M44G さん、アキオックさん、マエちゃん、ガッチさん、ありがとうございます。ユウナギさん、ヤスベイさん、クモハ、ロジショウさん、苦労しました。ありがとう。本当に？ありがとう。アイコン欲しいけど、紙面ガチャまでに4万ゴールド貯めてます。嬉しい、ありがとう。紙面ガチャって月末にいつもあるやつだよね。あ、そう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 。そうね。ありがとう。あ、ゆうゆうだ。あ、すごい。私もそれ書けばよかった。ゆうゆう。ゆうゆう。ゆうゆう。だけど。自分も推しメンガチャ引こうって思ってるのに毎回月末にログインするのなぜか忘れてた。ありがとう。これいいよ。はい、しょ。キノコのカップさん、わかんない、ユーナいるかもしれないけど、はぁ、ありがとう。確かに、うん、どっちでも。キノコのカパパさん、ありがとう。さくらのタワー、ありがとうございます。いつかまたお話できたらいいな。はい、こんな感じです。ありがとうございます。どっちかわかんないから両方にしとくね。ありがとう。みんなで見せよう。謎みんな。桜さん、もっと書けばよかった。いっぱいハートとか書けば。ありがとう。紙と鉛筆、鉛筆ペン、鉛筆ペン、ありがとう。言うの、いいよ。いい感じ。どこに捨てないの。どうことがいいかな。ゆいたんのやつ白飛びして見えてる。見えてる、見えてるか。真ん中が一番わかりやすいかな。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。桜。いい感じ。オッケー。オッケー。すごい。投稿がやばい。時間が。もう1時間。1時間しかない。考える。トレンド見てみてよ、今。トレンドはね。ミョンハ？アニポケ？そっか、こっちので見えるのか。みんな名前書いてるから自分もそれ覚えた。サイン書く場所なんか。リータンよりって書いていた。リータンより。大声ダイヤモンドがトレンドにしてる。ね。いいよね。ありがとう。ありがとうございます。本当にインフレゾンビになっちゃう。けどそうでもしないとミュージックビデオがかかってるから、そうなんよ、みんな、うん、ね、そうだよね、みんなするべきからだって、インプレゾンビって呼ばれる僕にいる方々は、うん、やっぱりインプレッションのプロだと思う、うんうん、まあね、うんうんうん、そうにもならないと、トレンドが大事なんですよ。 MV が MV 欲しいから、 MV が AD さん困っちゃうしね、本当だよ。MD さんが一番困ってるらしいんですよ。ね、時間がないんだからさ。私たちのなんか、私とカスミが飛んだバンジーのも今忙しい中編集してくださってるらしくて。あ、そう。そうなんだ。公開される？未公開シーンみたいなのあるかな。私に個人的に送ってもらう。そう、マネージャーさんとして、すごい X とかにあげれる。すごい、あの、私あのこの間ノーリアクションチャレンジの時に、うんうん、大人はみたいなこと言ってたんですけど、本当に。食べ物スタッフさん方、皆様すごい優しいです。本当にあの現場にいたメンバーは分かってるんですけど、うん、あのアベマの人たちのことじゃないんです、本当に。ごめんなさい、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 そんなつもりじゃないです。ゆうゆうの左担当が左担当だ、左担当がちょっと右担当です。お騒がせですみません。スタイリストさんとね、この間、うんうん、あで、この SS イベントの時、うん、アベマのやつ見たよって、その方が、うん、あのジェットコースターについてきてくださった方で、うん、誰々さんのことでね、めっちゃ笑ったって。一番該当する方がそれもちょっといたみたいで、まあ、スタッフさんだけにもちょっとジェットコースターには乗ってないで、まあ、うん、このくらい大丈夫なんじゃないって、まあ、言ってる方もね、いらっしゃったんですけど、確かに。でも楽しかったですね。ゆうたよく頑張ったね。頑張ったね、頑張ったね、よく頑張ったね。なんかね、うん、裏話していい、もういっぱい喋ってゆいたん、今日はずっと話しちゃって、ずっと話しちゃっていいよ。ジェットコースターの裏話があって、うんうんうん、なんかなんていうの、シートベルトみたいなさつけてジェットコースター乗るじゃん、だけど自分アイドルだなって思うんだけど、体重が軽かったらしくて浮いちゃって、なんかそのバーつけてるけど体が浮いちゃって、前の何ジェットコースターの一番前に座ってたんだけど、前のなんか何機械に膝ガーンって当たって、ね、めっちゃね、内出血。え、痛そうだったもん。今大丈夫？今大丈夫。あ、よかったよかった。したんですよ、本当にもう。痛いね。想定外の事故しました、私。痛いよ。治ってよかった、でも。痛いよ。治るやつよかった。本当に、ゆうなも足のね、けど、治りにくいもんね、膝の毛がね。治ってないから、もう。ゆうな、ちょっと治らない。自分は治ったので、よかったです。膝怪我しやすいってなっちゃうから、怪我しがちだから、怪我しがちだから X ちょっと考えるので話しててください。ゆいたん左利き？え、右利き。あ、右利きか。ゆいなは右利き。みんな右利きない。ミューポンが、あ、左左よね。え、何型？ AB。 AB？ O。 あー、なるほどね。 B だよね。みんな違うんだ。違う。あとなんか出身ももちろん違うし、うん、なんかあるかな。あるかな、うん、あるかな。誕生日もバラバラだし、うん、特に共通点はないです。名前に言うがつくぐらい。そう、特にないですね。あ、滝行の裏話はだって、確かに、滝
企業の裏話。確かに。なんか本当は2221で行く予定だったけど、うちらが3人で行かせてくださいって言って、で3人で行かせてもらった。そうね、1人はちょっとね、さすがにね、1人はしかもどんどんいなくなっていくからさ、応援してくれる人もいなくなるから。そうなんや、そう寂しい、そうなんや、みんないなくなっちゃってね。自分ら行きたい行きたいって結構本当は手挙げたりだけど、そう最後だったね。ゆうゆうでも、うん、あのマネージャーさんたちからは、うん、あの不安トリオって言われました。ゆうゆうなのに。ゆうゆうも知ってもらってるけど不安トリオなんだよね、別名ね、別名不安トリオって。不安トリオおもろい。こんばんは。朝ごはん食べても早起き、ねむねむから集中することができない、かわいい。わかる。こんばんは、はじめまして。友達とご飯食べてくるね、おやすみおやすみ、楽しんできてね、みんなが見送ります。気をつけて行ってきて。お見送り、ゆうゆうからのお見送り。また来てね、相当レアだよ。幕張もありがとね。不安トリオ面白いよね。楽しかった。通称不安トリオ。ジアジア来んの不安トリオ。どういう、どういう意味の不安トリオなの。え、なんかでも不安トリオって言われた。まあなんで、なんで、どこ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 。マイペーストリオかも。確かにマイペース。だってさ、最後までさ、大体メイクしてるんよ。え、してるよね。確かに。わかる。なんかバレエとさ、バレエは間違えられとったよね。こっちの方かと思う。そう、こっちなんだけど、うん、踊る方かと思われてて。そう、バレエ。そう、そうなの。2カ所ぐらい、そうバレエになってたから、今日はこの訂正を1億インバズりつけようと思います。え、でもさ、さっきみんなでやってみたかった、その運動能力とかさ、やりたい、体力テストみたいな、うん。え、ねえ、みんなでなんかチーム戦で運動会とかした。やりたい。やった、うん。え、ねえ、体力テストとかさ、何が得意だったとかある？逆に苦手だったとか。何やったっけな。で、私結構良かったかも。自分立ち幅跳びめっちゃ得意だった。あ、いいね。すごい。めっちゃ飛ぶやん。めっちゃ飛んでた。2メートル弱飛んでた。反復横跳び。得意やった。得意やった。絶対得意。なんかもう普通にさ、歩いてる時は反復横跳びとか言い出してるもん、普通に。やばい、変な人やん。え、なんかさ、あのなんだっけ、レンガみたいなところさ、何色だけ踏むとかやってるの。やった、やってそう、やってそう。妖怪に。妖怪って呼ばれてんの。やばい。やばい、本当に。この前一緒に歩いてたんですよ。そしたら、なんか、通行人に、なんか、いいのが、なんか、そう、だから、そう、だから、レンガがあって、その、色が分けられてるじゃん。その、濃い色だけを踏みながら、あの、早歩きっていうか、走ってたの。そしたら、なんて言われたんだっけ。しかも、夜だったからね。だって、なんか、めっちゃ、変な動きしてたよ。通行人に、妖怪みたいみたいな、妖怪かと思った。妖怪かと思ったって、言われてて。すごくない？通行人に妖怪かと思ったって、やばいよね。恥ずかしい、ほんまに。やばいよね。すごい、なんか、面白い。妖怪かと思ったみたいなさ、言い合い方して。ボソッとね。ね、そう。ほんとに。おもろい。1億バズでサイコパスだって、もう バレてきてる、ゆいながサイコパスだってこと。違うか、やめて。これ流せるやつ、配信で。わかんない、 音量小さめてる。確かに。じゃあ、こちらの言葉で聞きそう。声で聞きそいて。他のメンバーがジェットコースターに乗ったビデオの中で一番面白いの選んでください。誰の面白かった？リアチュの面白かった。あ、リアチュ、じゃあ、おもろ、かわいい顔。あれ、かわいいよね、でも。ね、かわいかった。なんか、小動物に見える。わかる。本当にいい意味でかわいい。でも、ほんと、ゆいたんとりえしといちごと、ほんと頑張ったよね。うん。頑張った。でも、ちょっと、りえしといちごのいじられ方、ちょっとかわいそう。ほんとにそう。うん。だいぶ。みんなかわいい。かわいい、ほんとだよ。あ、りえし、あ、じゃあ、びっくりした。りえしが。ほんとだ。
X フォローしました。え、ありがとうございます。初見さん、皆さん、私たち今 X で企画やってるので、あのフォローしたり、いいねをしたり、引用リポストなどしたりしてくれたらすごく嬉しいです。あのぜひフォローも気になったらお待ちしております。ぜひよかったら覗いてみてください。そしてあのアベマさんの方で毎週木曜夜9時番組やってるので、3期みんなで頑張ってるので、結構面白い回もいくつかあると思うので1話から無料で見れるので、はい、今からでも間に合います。ぜひぜひ無料で見れます。あのスマホでアプリダウンロードするだけで見れます、はい、1億人って検索したらもう出てくると思います。はい、STU48 でも出てくると思います。冠、はい、番組お願いします。めっちゃ面白いので。本当に、はい、すごい初見さんの数じゃないゆいたん。ねえすごい。だよね。ね、嬉しい。ね、初見さん大好き。初見さん大好き。初見さん大好き。初めて会う人大好き。初めて会う人大好き。うん、初めて会う人ワクワクしちゃう。さすが年長、しっかり宣伝。さすがだよね。さすがです。やったー。長女長女。確かに実は長女。長女だよ。そうですよ。末っ子だ。末っ子です。真ん中。でも本当は？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 本当は何？本当は長女？あ、家でってこと？あ、本当は長女。確かに。本当は？本当は長女。ゆいなは本当は？長女。あ、共通点ありました。長女です。長女。あ、みんな長女。やったー。長女かわいいな、うん。そっか。やっぱその気が合うって絶対あるよね。あ、長女ってやっぱ特有じゃない。うん、ね。長女です。長女トリオですね。長女トリオでした。こんばんは。ちょっと音声流すので話しててください。ゆう3人一緒に。いつ遊園地行くだって。ディズニーかユニバとか行きたいな。ユニバ行きたいな。3人で行きたい。行きたい。年パス買おうと思ってるんよね。行けるのそんな行けるの。年パス買おうと思ってる、うん、なんか誰かも言ってなかった。3期生みんな買いたがってるから。こんばんは。あ、レイチも長女なんだって。長女多いよね、そして3期って。確かに。どうなんだろう。ヒータも長女だ。うん。おお、カナオも長女。うん。リアチも。カナオは次女。あ、そう、三人だ。リアチも長女。うん。長女。三期長女多い。多いかな。長女多い。いいね。確かに言われてみれば。長女の絆かも。バスツアー開催してほしい。本当にそうなんですよ。わかる。ゆうの目標一番。え、ユニットも欲しい。うん。バスツアーね。したいね。したい、うん、楽しそう。絶対富士急でもロケしてほしい。え、富士急でもロケしたい。富士急行ったことない。富士急行くならイチゴが先頭で。確かに、うん、連れてってもらおう。うちお化け屋敷行きたい。え、行きたい。え、なんか無敵そう。ゆいたんね、私と同じもの感じるもん。ちょっとね似たようなとこあるよね。うちでもホラー映画とかは意外と大丈夫なタイプなんだけど、うん、突然驚かされるみたいなのが結構苦手だから。苦手っていうか普通にびっくりする、うんうんうん、ビビるタイプだから。じゃあ今度やろう。ジェットコースターじゃない。お化け屋敷はね、そういう突然なんか音がなんか空気がシュッて出るとか、うん、そういうのがね意外と苦手。ありがとう。なるべく引用するようにします。ありがとう。嬉しい。あのなんだっけ、りちゃんの X も、うん、あの番組最後まで集計されるらしいんですよ。カウントされる。そうだからりちゃんの、ね、リポストしまくろう、はい、私たちもリポストしたいなと思って4月に入ったらしようかなとか思ったりしてるんですよ。嬉しい。りさこがね、そのなんかちょっとさ、大丈夫？充電が。ああ、そうだ。あ、私だいぶ溜まったからありがとう。本当届く。なんかね、りさこがありがとう、うん、あの一緒に遊びに行った時に活動自体前に、うん、そうその時になんか X は自分の分も加算されるから、そうみんなの MV 見たいから、だから私も最後まで頑張るって言ってるの聞いても、え、好きってなって。優しい。そう、一個本当に、ね、
大好き。ひーちゃんも一緒に撮りたい。撮りたい。10年忘れてた。いくつを上げよう。ね、りさこ一緒に撮りたい、うん、撮りたいよね。もう自分の元のポジションで撮りたい。怖かった。お二人さ、りさこと同じだからさ、おたわりが。そうなんですよ。そう、この間二人でおたわりしたね。え、ね、したね。話し会の時。そうなんですよ。バスツアーどこ行きたいですか。どこ行く、うん、足湯 バスツアーって書いてある。足湯バス足湯バスツアー、いいね。ゆうゆうだからいい、ね、どこがいいかな。ゆう、でもさ、時期的にさ、なんか桜を見るさツアーとかしたいかも。確かにね。いい、お花見みたいな。お花見バスツアー、そういいね。いいよね、お花見バスツアー。ゆいたんコメントじゃなくてさ、もうさ、うん、何あれ初見の初見のコメントで初見さんといっぱいだ。え、ほんとだ、ファンレベルが上がってくださったり。 SKM さん、だるまありがとう。りちゃさん、綺麗桜のありがとう。 TKP さん、団子ありがとう。小雪さん、桜ありがとう。エクスをあげなきゃいけない、ありがとう。ならぶさん、レインボースター、うん、ありがとう。ゲストさんもレインボースターありがとう。リッチャーさん、団子ありがとう。ダイさん、さくらありがとう。レガスマンさん、ヘンダンスマンさん、スケーマさん、ハートありがとう。さくらもちありがとう。ナーラブさん、ホーマスさん、ナーラブさん、レインボースターありがとう。コウマサさん、団子ありがとう。リカさんもレインボースター。目黒のコウジさんもありがとう。キーフワトロさん、ベガスマンさん、リカさん、サクラありがとう。ユウさん、広島小パセリさん、リチャさん、レインボースターありがとう。つよつよさんもありがとう。ネギ塩牛タンさん、団子ありがとう。ナーラブさん、ベガスマンさん、サクラありがとう。クゴさんも団子ありがとう。アキオックさん、オーマサさん、ミンミンさん、ミンミンさんも話し会もありがとう。団子もありがとう。ありがとう、みんなありがとう。トマトさん、ありがとうございます。ありがとう。クロさん、ありがとうございます。ヤスノリンさん、結婚しない。ゼン君、ミシルボーイさん、結婚しない。じゃあ私も結婚しないギフトだけ。そっかな、言いたいな。あ、ありがとう。何と、トル0525さん、結婚しない。私もタイミングが良かった、ありがとう。イクジキャンピョンさん、ワールさん、ヒロさん、かわいい桜の花びら、ありがとうございます。アハッシーさん、桜餅、桜のお菓子、かわいい。すごいよね。あ、ヨートンさん、結婚しない。お餅もありがとう、アハッシーさん、結婚しない。ストーンブックさん、ワールさん、M44G さん、ありがとうございます。結婚しないですよね。冬に雪合戦があれば最高ですね。ちょっと雪合戦もしません。楽しそう。でも雪合戦楽しいかな。空間が強そう、めっちゃ。確かに、どっちも自分宇宙服みたいなの着てていい。最高かも。宇宙服で参戦させてもらうね。アイスとルーナで守ろうね、ユイタのこと。チーム戦だ、チーム戦。そう、チーム戦。ジンギスカン太郎さん、結婚しない。山新さん、桜餅ありがとう。スティリソチューン、結婚して、マジでしない。結婚ありがとう。マジでしない。ありがとう。でもゆうなん、バズりのパス内容考えなくていいのって。ゆうたん、考えてる？ちょっと考えてない。じゃあ大丈夫かも。時間がない、うん、やばい。そう、10時までじゃなくて、ちょっとよかった。いいな。10時になった瞬間、私ここから消えなきゃいけないから。あ、そっか、確かにでもそれまでに配信おしまいにしよっか。終わる？ね、そうしようかな。そうします。スギちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。
完全防備で、完全防備で参加する。ドッジボール企画があってもちょっと完全防備で外野で参加する。外野いいね。完全防備かつ外野で。さっきなんかしたいね。そんなエネルギーなくなっちまったんですよ。ハッシーさん結婚して、結婚しない。アクさん結婚して、結婚しない。結婚しない。辛い、初めて来たのに。ごめんなさい、それは。それごめんなさい。映像が見られております。少々お待ちください。大丈夫、メイク用品だから。いっぱいメイク用品しちゃった。ちょっと待って、ちょっと充電どのくらい、あさって前で、うん、確かに超めっちゃ邪魔で。いや、これをちょっと奥にしたらさ、あ、本当だ、うん、いい感じかも。ちょっとみんなのでも充電もあんまりなくなってきちゃったので。そう、ね、確かにね、9時半くらいでおしまいにしよっか。うん、ね、これそうしようと思います。うつんなくなっちゃったゆいたか。じゃあ下がります。こっち下がるか。下がります。前に出てきちゃったので。これ、あっ、映像が映像が見られております。少々お待ちください。これさ、ここにここはどう、あ、立てかけちゃっていいね。元からここで配信すればよかったですね。確かにね、大きいからですね、違う。うん、OK です。 OK です。結婚がダメなら付き合ってはセーフですか。ダメです。ダメです。付き合ってギフトはないです。ダメです。ダメです。ダメです。あ、私のものなので。奥田くんと付き合ってる。おめでとうございます。ありがとうございます。全然全然いいと思いますよ。いいと思いますよ。まゆみさんの鈴木ひとみさんは結婚してギフトにいいよって言ってるんで、いいよ、わけも欲しいです。かわいい。え、いいよ、いいよ。でもさ、言ってるよね。あのさ、大勢じゃなかったっけ、なんか大勢だった気がする。大勢でってこと。そう、大勢だった気がする。あ、そう、そうだね。でもさ、ゆいな今忙しい。トランプあるけど。いや、大丈夫、もうすぐできる。トランプやろうよ。なんかさ、コールみたいなのでさ、うん、なんとかちゃん絶対結婚しようなーっていうのあるじゃん、でもさ、それってさ、おきさん面白すぎる。見て、STU48メンバー書く人すごい、実際なんかもらってくれる人、服いっぱいある。服欲しいです。え、そう、あ、だからなんかさっきさ、ね、コメントできたって気がする。あったよね、一瞬見えた。欲しいです。お洋服欲しい。もう一回見せて、もう一回見せて。んいいよ、メンバー各位。机、これになります。テレビ台、全身鏡、チェスト、かわいい服、靴なんかお引っ越しか。お引っ越し、あ、ミニマルリストになりたいんで。じゃああれだよ、卒業されるから。あ、そう、お引っ越しされるんだよ。東京の方の事務所欲しいですね。服が欲しいですね。チェストかっこかわいい、お願いします。おきさん服ください。おきさん、チェストかっこかわいい。おきさんの服好きです。おきさんのことも好きです。ください。じゃあここ切り取ってもらって。ゆゆゆだからさ、うん、確かに、ゆうかさんもゆうだから。あ、かん、ゆゆゆゆゆゆゆの後輩になってもいいか。ドキドキがするから。じゃあさ、ここから切り抜いてください。お願いします。はい、じゃあ欲しいもん充電に。 STU43 研究生石原。じゃあ私の画面も面白すぎるんだけど。よし、はい、3研究生のゆうなです。ゆいなです。ゆいかです。ゆうかさん何から。え、じゃあチェストカッコかわいいと服で、服と全身鏡をください。お願いします。いや、ゆうかさん伝わってくる。面白すぎる。ゆう
イルが良すぎて。確かに心配になってきた。確かに。もし私たちでも着れるのがありそうだったら、はい、お願いします。お願いします。おきさん、おきさんやばいから乱れてる乱れてる映像が乱れました。あつもりもう下がりっていいよね。ね、この電子バットしてください。 X に上げてください。お願いします。今切り取って。お願いします。お願いします。おきさんの X のリプランにでも貼ってもらってお願いします。お願いします。おきさん3人でしてるから1人だったら絶対できた。絶対言えない。絶対できた。言えない。余裕だから良かったかも。今来た何これって今来た人になっちゃう。何これそれは何これだわ。おきさんへのお願い。お願いします。そう、ゆうなゆいなゆうかゆいかゆうかさん、くるくるさんもゆうかさんなんで、ね、池田ゆらさんもだし、川松かゆうなさん、ね、ゆうなさん、ゆうつく方たくさんいらっしゃる。ほんなんかさ、ボイトレの先生ってさ、うん、ゆうかちゃんって言わない？え、くるくるさんのこと。え、ゆうかも、うん、確かに本当に誰言ってるかちょっとあー確かに、ね、ボイトレの先生もまだいまいち3期の言う、うん、言うはちょっとあんまり反発言わないかなって思うかも。確かに言う、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 ゆいにゃん、ゆいたん、こんばんは。こんばんは。ゆいゆです。あ、あやみちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、ゆいなもう投稿できるやん。うん、あとは確認が来れば OK。 じゃあその間に黒ひげ危機一発やろうよ。え、しよう、え、しよう。ミニ、ミニだけどめっちゃなんかさ、うん、ペンギン入れてなかった？ん？ペンギン入れてた。そう、ペンギン入れてた。なんか別のもの、全く別のものを入れて飛ばしてたのが見たよ。何でも飛ぶからさ、うんうんうん、他のもの入れても飛ぶんよ。いいな。あ、そうね。つばかりしようかな。じゃあ私これもつばかりしよう。うん。じゃんけんする？あ、先ポストする？いや、ポストしちゃうわ。うん、あ、ポチってするだけだから。うん、よし。これで。できました。はい、ゆいにゃんがポストしたので皆さんそれも拡散してください、ね、ありがとうございま す。お二人は多分もうちょい後にしますのでぜひよろしくお願いします。右からやってきた方がいい。はい、行きます。はい、あ、怖いな。コツとかあるのこれ？え、コツはちょっと言えませんね。え、自分さ結構さこれさ飛ばしがちだからさ飛ばしちゃう、うん、え、こんなに続くのすごいかも。え、ゆいたん怖い、ゆいたん怖い。あああああ、絶叫とか大丈夫だけど怖いのちょっと苦手かも。え、ね、ちょっと怖いよね。ちょっと苦手かも、うん、何でもいけるんでね。え、すごい、怖い、正面の人。え、待って、こんなの初めてなんだけど、私。あいたー、やばい。ちょっと楽しいかもしれない。楽しいかもって思った。ミニいいね。ミニ。ミニいいね。もう一回する？一人用。もう一回やる？ちょっとこれ。回さなきゃ。あ、そうなんだ。みたいな。そうそう。あれ？これで。置いた方がやりやすい。あれ？あ、できた。あ、オッケー。オッケー。もう一回。もう一回言えたんかな。お、あっやばい、一発じゃん。ねえ、言えた、当てちゃうんだよね。すごいね、一発で当てちゃう。一発で当てちゃう、すごいね。あ、
いやまたじゃあ仕切り直してゆいちゃんからどうしようか。じゃあ飛んだら飛ばしそう。はい。あーあーごめん怖いな。ね、これさ当てた方が勝ちなの。どうなんやろ、飛ばしたら勝ち、飛ばしたら負け、負けやないの、どうなんやろ、負けなのかな。確かに。こんばんは。牛奈からどうぞ。はい、いきまーす。はい、みーちゃん怖い、今私飛ばしてない。あー、うん、うわ、いい調子ですね。でもおー、ここわ、なんかちょっと怖いかも。なんかなんか来そうだよね。そうだよね。え、なんか硬いね。なんか硬いよね。来るって思う。わかる、うん、予感がするこれは。むずいや。あ、てかゆいながあれやね。うん、ゆいなでも当ててないから、ゆいなが当てたら終わりにしよう。そうしよう。うん、ちゃん、はいはい、私からやろう。当ててください、一発で。ああ、そう、全部ユイナになってるやん。どうだろう、いけるかな、当ててみたいな。怖い、待って、ちょっと私またタワーちょっといただきました。ちょっとちょっと本当にが、ちょっとカキカキタイム、カキカキタイムさせていただきます。どうぞどうぞ。しーちゃんありがとう。え、ねえ、幕張のさ、お話し会さ、いっぱいしーちゃんのお友達が来てくれて嬉しかった。ありがとう。どうぞ。次は何タワーでございますか。お嬢、お嬢、お嬢、お手伝いします。くまちゃんがさ、はい、うん、くまちゃんが立ってる。え、お団子持ってるやつ。お団子、なんていうやつ。あ、見よっか。私見るわ。ちょっと待って、何でも使ってください。お嬢、お嬢、あ、ありがとう。え、てかもうこれさ、ゆいなすごいことになってるけど、その前に一人でね、全然当ててない。本当に、ね、すごいすごいよね。すごい。ちょっと待って、ギフト見てみるね。え、確かにアクスタ刺したら面白そう。アクスタ機器一発。いや、だけどちょっと押しは怖いね。さすがに押しは押すのはちょっと、えっとね、花より団子クマ。え、かわいい。え、これめっちゃ見やすいね。え、いい、すごい変わった ね、 ね、さっきのは満開タワーだった。桜タワーじゃなかった、満開タワーだった。満開タワーか、綺麗、かわいい、かわいい、ね、花より団子。え、いる色をちょっと選別、選抜、選抜、選抜メンバー。え、何かと思ったらさ、あ、そう、関西と関東の桜の人と知らなかった。ゆいたんこっち。え、確かに、うん、え、違う、うち関西の桜餅は桜餅って思ってたから。あ、どっち、うん、え、こっちしか見たことないかも。本当、逆に私どっちも見たことあるよね。見たことはあるかも。見たことないかも。岐阜は真ん中の辺だから、と緑と、岐阜は真ん中の辺だからね。緑、緑、この下まで描いちゃう。どうする、全部をそのまま描いてないんだね、ゆいたん。あ、なるほど、うん、いいターンの絵描きタイムなので、よし、ね、X ちょっと見込みよう。こんばんは。え、ゆいな、これ途中です。どれ、黒ひげさん。あ、黒ひげさん、黒ひげさん、黒ひげ。キャッチしたら勝ちだって。じゃあゆいなのキャッチするわ。頑張って。はい、ん、足りなくない。足りない、なくなっちゃった。あ、あるわ、こっちに。あった。え、あ、え、あともう4つだよ、最後の一発までなさい、残しといて。うわ、残して。うわ、来そう。いや、大丈夫。どっちかな、どっちかな、あと2個なんだよね。え、嘘。いや、これまだ奥行く、奥行く、奥行く、そこ絶対、そこ、これが絶対飛ぶ。あ、こっちやった。違った。あ、キャッチ しなきゃいけないんだった。なるほど。おい、もう帰って。いいよ、キャッチするわ。ゆいたんカキカキしてるから。ゆいたん、はい、してるから。頑張ってゆいたん。ありがとう。上手に書いて、上手に書いて、上手に書いてね。ごめんなさい、お願いします。いいしいいしいいし。こんばんは。岐阜のうどん汁は黒いの、どういうこと。関東普通じゃないのかな。え、静岡のおでんみたいな。
ちょっと飛ばした。そうだ、私キャッチしなきゃいけないんだった。はい、OK、 はい、いいよ。ちょっとむずいや。OK、どうぞ。どっちを今度に行くんだろう。怖いな。キャッチしたら今度家でご飯行こう。ちょっと難しいかも。キャッチできない。キャッチできない。お玉でキャッチするやつあるよね。え、なんか知ってる。怖いな。ミタンがだからのユン。わあ、ナイス。キャッチ。ユンナやって私キャッチするから。どうじゃ。はい。前に。こっちに。怖い。怖い。こういうのが苦手かも私は。あのバンジー止めるけどこれはあまり好きじゃない。珍しいタイプ。え、ね、ユイナがなんか怖がってるのちょっと初めて見たかも。ちょっとな、なんでもか、なんでもいけそうな感じだけど。なんでもいける。それの苦手。あとね、私苦手なもの目薬だ。目薬出してあげる。じゃあ本当にもう こんなになっちゃう。本当にできないよね。そうなんだ。え、私結構さ、うん、え、そっちにも目薬さしてあげたことあるかも、えー、人の目薬さすの。油断禁物。ちょっと油断禁物です。最新規いいはずなんだけどな。キャッチキャッチ。はい、ゆいたんのクマめっちゃ可愛いよ、見て。かわいい、かわいい、かわいい、ゆいたん。いやこれは苦手かも。キャッチして。めっちゃ目が合うんだもん、この黒ひげと。もう視聴者さんにさ背向けてるの、やばい。ちょっとあ、きっと来るよ、多分これ。はい、オッケーです。ゲットです。オッケー。こんばんは。楽しいね。ねえ、うん。今のトレンドは何だろう。二人は今日何あげるの？考えてないです。考えてないですか？一応毎回候補はね作っといたりしてるんだけどね。でもトレンドに合わせて臨機応変に変えることにしました、最近は。なんかさ、でもさ動画の方が伸びやすいって結構ある、ね、あるよね。ああ確かに、うん、でも動画ってあんまり撮らない。 M ステが今やってるみたいよ。金曜ロードショーもあるよ今日。ああ、なんだろう、マージョンの宅急便。そう、そうなんだ。うちジブリ大好き。そうなの。うん、ジブリ大好き。待って、くまるくん無理です。あ、ああ先にリンプしなきゃ。言えない。誰か、誰か切り取って、誰か沖さんにさっきの伝言切り取って。切り取ってもう貼ってくださいね。貼らなきゃ。ゆいながちょっと早く貼ってくださいね。ゆゆって今並んでる順番なの？はい、そうですね。そうですね。右担当のゆなと、あ、左担当のゆいかと、間に挟まれてるゆいなです。名前順、名前順、あゆえお順でもあるしね。ゆいがここが一緒で、うん、ゆゆとなが一緒だから、うんうん、私は二人から名前取ったら、うん、ゆいなになる。そうなるってことは二人の子供ってこと。あ、ここができてるの。ここができてるから、じゃあ友達コレクションみたいあるよね。懐かしい。友達コレクション。友達コレクションみたい。友達コレクション大好き。え、確かにゆいなちゃんってジブリに出てきそうな感じ。確かに。ジブリ、うん、ゆいなちゃん。確かにゆいな。確かに。ジブリに出てきそう。出てきそう。うん。褒め言葉。え、優しい。あ、切り抜いてくれてる。大さんありがとう。ありがとう。私のファンの方ありがとう。ありがとう。それよ。ありがとう。もう一回見たい。あ、よし、行くよ。すごい。ゆいなです。ゆいかです。ゆうかさん。チェストカック可愛いと服って。服と全身鏡を
ついてくださると嬉しいね、本当に、うん、こんばんは、優しい、嬉しすぎるいいねしたいぐらい嬉しい、いいねしたいって触れてるよね、いいねしたい本当に、大地さんありがとう、ありがとう、切れないってくれて嬉しい、面白すぎるかも一人じゃ絶対できません、広島高校生さんめっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ可愛いな、マクさんありがとうございます、あ、できた、しーちゃん、花より団子くま、ありがとう、くま、ありがとう、くま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 、アイク作っといた、あ、くま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 、あ、じゃあ私こっち作ろうかな、あ、いや、私こっち作るかな、あ、くま、くま、ありがとう、しーちゃん、くま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 、お友達たくさん来てくれたよ、くま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 、ありがとう。パチ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 。パチ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 。ありがとう。次。いいよ。ユーユールームでパチパチ起こしてるから。ね、みんなのところでパチパチしてる。しーちゃんいつもありがとう。素敵。かわいい。パチパチもありがとう。かわいいもありがとう。みんなパチパチしてくれてありがとう。パチ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 。ありがとうございます。いいね。嬉しいです。とっても嬉しいですよ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。ありがとう。ありがとう。嬉しい。めっちゃ大きさのやつ見るやん。できてきます。もう大好きすぎるこれ。大木さん、大木さん申し訳ありませんが、タワーのためにゲーム止めちゃった、え、全然大丈夫だよ、しーちゃんありがとう、ありがとう、嬉しい、かわいいタワー見せてくれてありがとう、かわいい、ありがとう、かわいい、あ、トランプやるって言ったっけ、あ、最後にやって終わるか、トランプして終わろうか、ね、七並べ、ババ抜き、なんでもいいよ、何がいい、配信、配信向きなのは七並べは映せないけどね、うん、そう、うん、確かにババ抜き、ありがとう、ババ抜き、うん、そう、楽しそうでしょ、ゆゆゆです、はい、ゆゆゆです、ゆいたんもイベントの時結構やってたよね、なんかこうビスの時にしてた、すごい、みんなのおかげで、あのビスの撮影もさせていただいたんです、ね、楽しみやね、そう、写真見せてもらったけどめっちゃ可愛いから本当に絶対買って、楽しみ、本当に買って、買ってください、4月1日、うんうん、え、もうすぐ、もうすぐやん、ね、ちょっとじゃん、に出ると思うので、本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます、おめでとう、ショットとかも載せさせていただきます、ありがとう、楽しみだ、写真見た、え、見た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 、マジで可愛いよね、ジョーカー1枚で、そう、撮影が STU の参加メンバーみんなで行ったんだけど、うんうんうん、そう、あかりさんが撮影してるところの撮影はしてくれて、うんうん、そう、素敵があるので見せたい、あかりさん優しい、本当にあかりさん優しい、ね、ありがとうございます、楽しみですね、楽しみだね、私も買おう、ね、ビス買おうよ、嬉しい、うん、予約しよう、ありがとう、これくれる、ん、宇宙菊ジギクくんくんよ、北沢いちご神押さん、すいませんすいません、北沢まだ配信してるのかね、もう好きすぎやん、好きやないよ、好きすぎやん、え、すごい、すごい、すごい、あ、まあ知ってなかった、すごい気がしてる、イエーイ、じゃあやります、やろう、1、2、3、負けた、なんかあるこれ、え、なんかある、ないよ、ないの、罰ゲーム嫌いだからね、うわー、そう、うわー、二人に萌え台詞とかさせたらよかったんだけどな、じゃあユイナだけでいいんじゃない、なんでだよ、ユイナが負けたら私の需要ないから需要ないから、需要ありまくり、やだー、私が二人のを見たいかも、頑張ろう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 、みんな予想してみて、誰が
強いとかでもないよね、運だからさこれって、ね、確かに運だね。えどこ置いたっけ今、ここか、うん、あぴったりで、本当だ、よし。まずはこれあの揃ってるのをやるんだっけ、捨てるんだっけ。そうだよ、久しぶりすぎるかも、ちょっと見えないように、見えないように、ファンの方にも見せれないけどねこれ。そうね、ちょっと楽しんでる様子を見てもらって、ババ抜きの、むずくないこれ、なんかこれ全部、あ、めっちゃ久しぶりにババ抜きとかするんだけど、え、私も普通に今年やってない、え、初っていうか、え、ティア入ってからやってないかも、うん、本当私も、え、確かにね、そうですわ、え、全然揃わないんだけど、あ、じゃあユーナのシャッフルがよく切れてるってこと、そうね、そうね、うん、いい方、いいことだよね、うん、うん、いいこと、よし、OK かな、 見ないように、じゃないかもしれない、うん、全然、コメント読んじゃう、うん、こんばんは、こんばんは、ギフトありがとう、ありがとう、また最後にね、オッケー、はい、はい、あ、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、勝った、じゃあ二人でして最初はグー、じゃんけんぽい、あ、一個でしょ、こうこうこう、うん、じゃあ私が引く、まずオッケー、リタの引きます、はい、あ、ないですね、で、リタがユナの引く、え、バリ見えてる、見えるよね、見えちゃってるやん、こうしたらないか、あ、あった。あった。お。はい、どうぞ。続けてください。え、なんか。なんか。なんかどうしたの？なんかどうした？続けてください、早く。え、少ない。あ、こっちから行こう。あれ？え、違う？人？肘ないよね。あれが、あ、違う、ユイナの肘。こっち向きだ。はい、あれ？ごめんごめん。お、あ。こっちから引く？だけ。あ、すらわない。Bさんがユイナの肘かな？笑ったらバレるやん、はい、ちょっと待ってあったよ、じゃあちょっと待って、見えちゃう、ちょっと待って、ちょっと見ない、腰よ腰よ腰よ、そうね、腰よ、そうね、それはない、次はどうするの、私が引くん、で、ユイナが見なくていいの、なんで見ないの、え、だってユイナがバランしてくる、ユイナが引く、おりー、2人のあと一騎打ちです、え、3人でトランプってなんか、え、ねえ、ちょうどいい、ちょうどいい、どうだろう、あー1位、1抜け、2抜けピエン、ジョーカー、ジョーカー、最初はゆいたんが持ってた、え、私が持ってた、で、私に渡って、最後ゆうなんだが続けたイエーイ、めっちゃ久しぶりにやった、楽しいな、もう一回したいかも、もう一回やるか、楽しいかも、食らなきゃいいね、いいね、いいですね、久しぶり、楽しいな、楽しいな、楽しいな、
っと待って、やる前にさ、うん、自分遊んでいい？いいよ。え、何するの？どうぞ、ゆいたんの招待お遊び。え、うん、何をしてくれるの？なんだろう、楽しみ。すごいことしたそう。充電あんた刺さってるかな？あ、頑張って隠したけど隠れんかった、うん、よくなってるから。じゃあちょっと私に見せないで。できないから。あ、できた。よし。オッケー。二人で選ぼう。どれがいい？どれがいい？私これにもいい感じとかも。じゃあそれいいよ。これで。オッケー。配信に見せる。じゃあ。うん、配信に見せていい。じゃダメです。うん。これになります。言葉出しちゃダメですよ。これになります。はい。そしたら？じゃあ。裏向けて、はい、自分でも混ざったよね、うん、混ざったよね、混ざった、混ざった。シャッフル5回して、うん、5回、うん、1、2、3、4、5。探します。なになになに、怖い怖い。いいのが選んだカードを探します。え、怖いかも怖いかも。これでわかる？え、見てないもんね、でも、うん、見てない。ちょっと待って、裏返ってるカードがある。え、でもわかるの？え、わかることある？これでピンとくれば、うん、これ？違う！狂っちゃったかも。もう一回やろう、もう一回やろう。俺が入ってたしね、なんか、うん、確かに。え、もう一回、俺が入ってる2枚ではない。違った違った違うか。もう一回、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 もう一回やろう。気になる、ちょっと面白いかも。はい、はい、じゃ次ユーザー選んで。あ、選んでいいの？うん、2人で選ぼうよ。じゃあ選んでもいい？じゃあこれにしよう。うん、OK。 はい、では、はい、3つの画面見せてください。オッケー。あ、オッケーオッケー、いいよ。オッケー、はい、じゃあここにもらうね。もう風に混ざってるじゃん、ね、うん、混ざっちゃった。5回切ってもらおう。はい、やった。待って、これで当たんなかったらえ、でもそれでもおもろい。いや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 、そのとこもかわいい。ほんと？うん、そしたらちょっとじゃあまた考えてくる、うん、どうだろう。え、なんでこれでさ、え、それ当てた場合なんでわかるんだろうね。え、あれ混ざっ、どうやったら分かるの？すごい。
やばい、ゆいたん多才すぎるかも。え、すごい、手も書けるし、うん、やったバズれるようだって。バズれる、バズれる、うん、今の今の配信じゃ切り抜きしてもらおうかな、ね、ゆいたん何でもできちゃうから。すごい、何マジシャンの方から直々に教わったとか。ね、ちょっとそうかもしれない。たしなむ程度でやってるかもしれない。たしなんでたんだ。ちょっと更新してるかも。すごい。すご。弟子入りしたい。しようよ。うん、すごすぎる。すごい。ゆうたもうちょっとこっちく、こっちくる。すごい。おいでおいで。見つめてますね。すごい。すごい。本当にすごい。すごい。本当にすごい。なんで、なんでわかるの？やば。この間でもルービックキューブ揃えるマジックしてる人と会って、それはちょっと完全に種と仕掛けだらけかもって思って、ルービックキューブはちょっと見張ってるべき、マジシャンを見張ってるべきだと思います。ルービックキューブ2個出してるけど本当は彼はいくつ持ってるんでしょうっていう、うん、あ、なるほどね、うん、ゆいたんでわかんない、すごいわ、今のすごかった、マジでびっくりした。他にもできたりするん、なんかコインのマジックとかも、うん、練習したことあるけど、さすがに無理な、あー、むずいんや、むずい、すごい、やっぱあれはね、みんな練習ですね、すごいね、練習なんだ、本当にすごい、やりたい、自分もそれやりたい、かっこいい、かっこいい、めっちゃすごかった、自己紹介のとかでしてほしかったね。あ、混ざりました、はい、はい、できましたよ、してましょう、すごいわ、すごかった、びっくり、種も仕掛けもなかったよね、ね、なかった、またちゃんと見張ってたもんね、嬉、うん、しい、勘やば、感覚派です、見えないようにしなきゃ、さっきより枚数少ないかも。同じになっちゃうからこっちの方がいいか。あ、そうする？うん。ゆいたんの取るわ。ゆいたんの取る。で、ゆいたんが私の取る。私がゆうなの取る。うん。あ、私の取るわ。ごめん。ごめん。ない。揃わんね。揃わんね。うん。揃わん。え、ゆいたん、もうちょいじゃん。あ、本当だ。え、揃っちゃった。待って、一気落ちじゃん。やばい。でも、勝ってわかるよね。ちゃいました。よし。ゆいたん、どっちが勝つと思う？ゆいな。やめて。でもね、ゆいなが負けたら罰ゲームしてくれるらしい。しないからゆいなが目つぶってさ、右と左どっちがいいってさ、やったほうがいい、ね、もしゆいたんが男なら彼女を作るのは簡単だろう、魔法を知ってるのはとても魅力、うん、ゆいなから見て右か左かどっちがいいか、うん、ちょっとゆうた混ぜて見てない、本当に見てないから、うん、ほら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 、
った瞬間に分かるってことを、もう勝敗が、うんうん、右と左どっちがいい？右。あはい、勝ち。ゆいたんの予想勝ちたい、勝ちたいよね。2回だけ勝つと旦那を試してもう一回しよう、うん、でマキさん、おゆゆゆみんって書いてある。トップ5、5位にゃんちさん、4位山新さん、3位トマトさん、2位うまちゃん、そして今日の1位は、あはい、今日のランキング1位はきのこのかパパさんです。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ最後一回やってもらう。そうね、うん。また食らなきゃいけない。でもえ、でもこれでまた負けてまたやるよ。ちょっと勝つまでやるからね。いやいや私は配信の外に出るわ。そう、ね、いや、俺うちに勝ちたいな。ああ。じゃあ、あと8分ギリある。1回どんぐらいかかるじゃろ。結構どうやったの。でもそんなかからん、5分以内だなと思う。私の身長だわ、見て。あ、手順が、よいしょ。やだ、嬉しすぎる。ありがとう。こんばんは。パチ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 。買い取りたいね、おきさんの。あ、配信を再開しますかってなってる。あ、はい、急いでほしい。ありがとう。オッケー。すごい盛り上がりのやつもすごいどんどん伸びてる。伸びてる、ね、盛り上げてくれて、ありがとう、ありがとう。だってリエチからいいね来てる。いいよ、のまさん、さんさん、バスギアさん、ナッカーさん、キエフワトロさん、リカさん、モンタンさん、ベガスマンさん、キヨ兄さん、リチャさん、オーマサさん、バスギアさん、ムクさん、シュンさん、アトムさん、シュンさん、あの幕張お話し会ありがとう、通所かありがとう、ミミさん、アトムさん、ありがとう、リチャさん、ありがとう、ありがとう。よし、次は誰が勝つかな、いけるかな。くれてないかも。くれてるかな。くれるって何？え、方言、うん、方言だった。くれるって何？くれるって何ですか？くる、え、くるの、くるって何だ。え、混ざってないってこと。え、合ってる。トランプをくる、え、言わない、言わんよね、うん、初めて聞いた方言出た。誰か教えて。これは知らない。じゃ逆になんて言うの。トランプ、これトランプ混ざりきってないってことを言って、うん、混ざりきってない普通に、うん、混ざってないとか。そうだよね、切れてないくらいが言うかもしれないけど、うん、なんえ、くくれてない、くるってなんだ。え、おかゆ、おかゆ食べ、誰か言うのに。ちょっと待って、みんな、ちょっとあの、ちょっとあの順号教えてあげて、みんな味方して、私のくるって何、くるって何、言うなんしか言わないよってみんな言って。え、ひーたんどうなんやろ。ひーたん、ひーたん、ひーたん、え、くるって言うよね。くるって誰が言うの。え、ほら関西は来るって言うんだって。関西、関西、よし、関西と関西の間みたいなところにいる。来る、初めて知ったかも。言わん言わん言わん、初めて。え、カードを切るとか。切るは言う、切るは言う、うん、切るは言う。来る、わかるよね。来れてない、大阪も言う、言うって。大阪も言うんだ、うん、関西かも。あ、そうなんね、関西だ、うん、え、初めてだ。すご、初めて知った、初めて知った、ね。みんな教えてくれてありがとう。ナラブさん、レインボースターありがとう。ネギ塩牛タンさん、ノンタンさん、イヤのマサさん、ありがとう。え、どういうこと？え、何？なんか配信今ショールームがバグってんのかな。なんかショールームができないらしい今。なんか早めに始めとかんとできんかったで。ほら、エラーが出てるらしい今ショールーム。
え、みんな見れてる、うん、多分今始めようとしてる方が長崎も来るって言います。だって長崎来るって言う、うん、長崎来るって言う。だってあ、ショールーム偉いなるんだって今始めようとしてた、早めにしといてよかった、くる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 さんは可愛いね。そういうことですね。くるくる福岡も言います。えー、るじゃないんかい。じゃあ2人が知らないだけじゃん。いや2人が知らないだけじゃん。いや香川来るの？香川も来るって言ってる。来るよ、カード来るけ、来るって言うよ、来るけ、まあまあ、なんでだろう、来るじゃないかい。来る言うよね。京都でも使う。福岡もわかる。本当福岡に出てるみたいな書類も。そうなんね。ゆうゆうで番組作ってほしい。だって作ってほしい。楽しそう、楽しそう。足湯ぶらり、全ぶらりのなんか足湯を巡るみたいな。いいね。家にかけて。家なんかまた。見た。こっち出ちゃってる。ああ。もう私あと3分でここから退場しなきゃいけない。急ぎで。え、あ、じゃんけんしなきゃいけない。あ、え、あ、さっきと同じでいいよ。さっきと同じで。同じで。あ、じゃあこういうこと。うん。はい。明確したから。オッケー。一気打ちしてるよ。右か左か。左。じゃあ次私がやるんだね。じゃあユナ隠しといて。はい。こんな感じです。右か左か。右で。ああ勝ちです。よかったね。じゃあみんな一回ずつ負けた。ねえ、こんな感じ。私はあと1分で消えます。ここから。本当だ。自動で消えるんか。うん。けどうちらがそう映ってやってたら、じゃあ伏せなきゃ。伏せていくね。じゃあ順次バタンってなったらバタンってね。バタンになるきゃいけない。一文字でしたいよね。あ、そうなの。そしたら一瞬隠して。うん、いいよ。ちょっとこうやってやらなきゃ。うん。最初。やった、トランプ買ってくれるし。じゃあありがとう。私はここで退場なので、うん、多分ユーナの配信かユイタの配信行けば声はあります。うんうん、まありがとう。ドローンしますので、この後すぐこうやってやらなきゃ。ドローン、あ、なったドローン。逃げる逃げる。え、一瞬隠しとって。どうやって逃げよう。こっから逃げよう。本当にそこの下で行けるの。え、行けないかな。乱れちゃった。じゃあ大人の時間なので。大人の時間なので。ゆいのこれこっちのタブレット。トランプ綺麗にそこは私。ありがとう。ありがとう。じゃあタブレットもこれ。うん、ありがとう。じゃあゆいた真ん中置く。え、真ん中置く。ゆゆ配信になった。ゆゆどっちのゆゆだよって。そう。あ、じゃあゆいのこれ。よいしょ。オッケー。綺麗にそこは。ありがとう。はい、楽しかった。ゆいた。ゆいたん、ゆゆになりましたよ。年長組。ゆいにゃんはお時間の都合で。お時間ですね。はい。あれ、大人の時間なのかな。確かにね。でも声は出演できるのいいね。そう、声はできるから。そうか。みんな見てくれてありがとう。長い時間。ね、ありがとう。2時間10分かな今でも。おお。ちょっと、え、ね、なくなった。何が？スタンドみたいなのが。スタンド私がどっか行った。え？わかんない。スタンドどっか行った。本当だ。スタンドが。スタンドを探す。
え、なんで？スタンドなくなっちゃった。え、あ、あったあった。二人で何するの？え、とかスクショさえ見しとけばよかった。あー、ね、ちょっと切り抜きはしてもらってけど。そうだね。オキさんへの切り抜きを。いいっす。調整中。こっちもちょっと調整中で、こっちを調整中、うん、あ、ちょっと失礼失礼失礼します、失礼します。あ、いいよ、ゆいた、ごめん、ありがとう、いいよ。ゆいたも久しぶりじゃない、こんな長く配信するの。え、めっちゃ久しぶり、ね、イベントぶり、イベントぶりくらい久しぶり。えらい、お主見さんもたくさん来てくれてありがとう、ありがとう。私も楽しかった。 STI さん、トマトさん、ケイケイさん、キヨ兄さん、クロさん、マックさん、広島コーパセリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、もう消えちゃった、時間のせい、時間のあれで。オーマサさん、綺麗、ありがとう。キヨ兄さん、小雪さん、アポロさん、タケさん、ありがとう。篠原くんさん、ダニーさん、STL さん、さ、 STI さんか、つれ、危ない。キングさん、お団子ありがとう。のんたんさん、ありがとう。マリーさん、さくら、ありがとう。みんな嬉しい、たくさんありがとう。さくら待ってるのかわいい。ナーラブさんもありがとう。キモさん、ありがとう。嬉しい。いくらさん、初見さん、ありがとう。うまちゃん、ありがとう。ひろひろさん、ありがとう。さくらもちゃん、ありがとう。かずあきさん、ありがとう。これやりたかったよね、この。あ、いいよ、読んでからで。あ大丈夫。読んでからでいいよ。大丈夫です。大丈夫です。え、これ知ってる？え、知らない、なんか、ね、何でもあるやん、言うなんて。え、あれ、ゆいのやったことない、これ。ないないない、ちょっと見せたい、みんな見せながら、無理かな。こういうゲーム大好き。え、なんかこうやって、うん、相手のチームに入れたら勝つみたいな、こう、ここの、ま、真ん中のこれを。でも、映さない、映せ、あ、え、それで自分の方の弾がなくなったら勝ちみたいなゲーム。え、ちょっとやりたいかも。やりたい。今度なんかさ、うん、え、普通に X の投稿でもできそう。ね、できそう。お、確かに映すのめっちゃむずい、ね。めっちゃむずい。どうやってやったらできるだろう。なんかこういう、え、知ってるこれ。ここに隙間がゲートがあって。これをこうやって弾くとここに入るのが、え、なんかホッケーみたい。え、そうそうそう、ボードゲームみたいな。エアホッケーの逆みたいな。え、ちょっとどうしたらいい。あ、え、ゲイナにさ、カメラマンとか頼んでもいい。いや、いいよ、どうしてほしい。ちょっとこう、いいよ、ストップって言っとこうかな。でもゆいたんのもだよね、ゆいたん、あ、じゃあゆいたんの方で、あ、じゃあゆいたんの方で顔にする、にする、あ、オッケー、ありがとう、いいよ。これでも持ってやんなきゃいけないか、で、できるか。でもゲーセンとかにあるやつ、え、の逆バージョンみたい、うん、逆バージョン、相手の敷地に入れる。あ、なるほどね、ここに隙間がある。あ、ありがとう。見える、ゆいな見える、うん、見えるよ。あ、見える、よーい、スタート。おーおーおお、え、黒を弾き飛ばしていいの。うん、黒も、黒は避けてもいい。あ、あ、すごい、あ、黒が侵入してきた。お、あ、ユーナ強い。あ、あ、あおーおーおお、頑張れ頑張れ。お、あ、でもどっちもどっちもむずい。わ、あ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったもん。
頑張れ飛んでいっちゃった。でも飛んでいっちゃったの。追加しちゃう。追加しちゃおうかな。早い。頑張れ。ゆいとも頑張って。ゆんのも頑張って。シュールやな。すごい。ゆんのあと1個それ。あと2個ですね。何これ頑張れ あと1個。ゆうなの勝ちです。そう、こういうゲームでした。いや、おもろい。ゆうなも やってみる。私うん大丈夫よ。単純だけど面白いね。面白い。どうやったらゆうなが映らずにできるのか。これこんな感じそう、こういうゲームです。ありがとうゆいながいますゆいながいます。かわいい。おいしいグミ。なんかね、おいしいの。周りがパリパリしてて中はそのグミなの。すごい。いいよ、食べてみようかな。うん、パリパリ。ゆいたんのもぐもぐ配信。もぐもぐ配信。なんかすごなんかちっちゃい。そう、食レポお願いします。うん、ほんとだ。中がグミ。そう、パリパリ。いや、ちょっともらっちゃおう。パリパリ見たことないかも。でもこのグミ、あ、でも最近セブンで見つけたの。新発売みたいな。ほな、おいしい。いただきます。うん、すご。好き。うん、おいしいよね。これハマっちゃった。私今日2袋買っちゃった。なんかこれ栄養ありそう。うん、 C ケアって。ビタミン C とかクエン酸、コラーゲンが含まれてる。いいね、意外と酸っぱめで美味しい。酸っぱい。ね。これ美味しいのよ。じゃあゆいなも食レポ。よいしょ。ゆいなの食レポ。はい。二人して見つめてくるので可愛すぎるから。外はパリッとしてて中はプルッとしてて美味しい。グミ結構弾力があるよね。これ、うん、弾力、噛み応えがある、うん、めっちゃ。うちら結構グミ好きかもしれん。なんかいいねえ、うん、グミ好きグミ、うん、あ、面白い。ゆいたん面白い。グミ好きグミ。あ、なるほどね。面白いですよ。面白くてよかった。滑ってるかと思った、うん、気づくか気づかないかくらいな感じで言ってみたんだけど。うまい。グミ好きグミ。グミ好きグミ。ハート。牛乳。なんか前も悠々で集合したんですよ、一回、うん、したよね。その時も私ん家だったんですけど、二、ね、人の湯入れてくれないんですよ。なんで私のお家なの、いつも。居心地がいい。なんで？湯なの。お家は綺麗です。片付けてます。グミ好きグミ。グミ好きグミいいね。グミ好きグミ。ちょっと残りの充電が少なくなってきたので、ゆいたんももうちょっとしたら配信おしまいにしようかなって。そうよね、うん、確か20にしようじゃん。20にしようか。パリーさん、かわいい、ありがとう。ベガスマーさん、桜、ありがとう。岩田さんも桜、ありがとう。アキモさんも桜、ありがとう。ディノソさん、団子、ありがとう。リチャさん、かわいい、ありがとう。
メロンパンさん、ハートありがとう。これゆいな、一人でやってそうか。一人でちょっとやってみてよ。楽しいよ、これめっちゃ一人でやるの楽しい。まことさん、ハートありがとう。ここずつない。炭酸せんべいさん、さくらありがとう。みんみんさんもさくらありがとう。みのっこさん、だんごありがとう。まなべいさん、ハートありがとう。あきもさんもハートありがとう。ならぶさん、さくらありがとう。ぱりーさんもさくらたくさんありがとう。楽しいやろ。一人で遊んでる。炭酸せんべいさん、さくらありがとう。バッキーさんもさくらありがとう。嬉しい。充電何パーセントまで減ったら焦ってくる？ちなみに今は 15% です。まだ大丈夫。うん。けど溶けたいんだなとあるかも。うんうんうん。マジ出かけてたら40くらいになったらちょっとあって思うかも。帰る、うち帰るとき気をつけてね。ありがとう。こっちも下にした方がいいのか。ありがとう、ね、あ、ごめん、全然ごめんじゃん。ありがとうね。こんばんは。トマトさん、クッキーありがとう。くんさん、ハッシーさん、牛窓太郎さん、ヤマピーさん、ただのりジョニーさん、さくらありがとう。メロンパンさん、うまちゃん、ひろひろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。ございます。え、ゆいたんのあのマジックがマジですごかった。うん、え、嬉しい、うん、マジック褒められてる。ゆいかたんです。ゆいかたんです。ありがとう。ゆいかたん大好きです。ゆいにゃんもゆうなん大好き。大好きです。ゆいにゃんも大好き。ゆいゆう最高。最高。ゆいゆう僕は部屋散らかしてるので大学生になって人呼んでません。わかる、わかるよ。え、ゆいたんの偉い、本当に炊飯器見たよ。ハートの炊飯器見た。あれ炊けるのご飯。ちょっとまだやってない。面白いんだけど。めっちゃラブリーな感じ。めっちゃラブリーな感じ。ちょっとご飯まず炊いてみようと思います。ご飯、んでも、もうそろそろ壇上読んどきますか。あ、そうしましょう。そうしましょう。どっちから、私先行こうかな。じゃあ13位で一緒に読んでいく。いいね。さん、何ね。そうしよう。豆太郎大きなさん、ありがとうございます。よし、じゃあ13位、トマトさん、ありがとうございます。13位、きのこのくパパさん、ありがとうございます。ゆうなんの配信で、あ、ゆいにゃんの配信で1位だった、うん、じゃあ12位、きよにいさん、ありがとうございます。12位、ゆうさん、ありがとうございます。ありがとう。11位、ワールさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、りちゃさん、ありがとうございます。ありがとう。10位、ひろさん、ありがとうございます。10位、ブラックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。9位、NT さん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位、ベガスマンさん、ありがとうございます。ありがとう。8位、ユニバースさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。8位、ヨシトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。7位、牛窓太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、リカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。6位、クモハ、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、目黒のコウジさん、ありがとうございます。8位、マクさん、ありがとうございます。ゆうゆうゆうみん、ゆうゆうみん、ほんとだ。もうそこ変えないでね。あとあと変えないで、変えないでね。5位、ダイさん、ありがとうございます。切り抜き、ありがとうございます。切り抜きもありがとう。ありがとう。ありがとうございます。おきさんのやつだ、ね、そう、うん、ありがとう。ありがとう。伝わりますように、おきさんに。ありがとう。4位、ハッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
4位マッツーさん、ありがとうございます。ありがとう。そして3位ですよ。3位ですよ。3位ですよ。広島高パセリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。3位バリーさん、ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。ありがとう。そして2位はロスベイさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。2位はしーちゃん、ありがとうございます。ありがとう。たわ、ありがとう。ありがたわ、うん、ありがたわ、くまさん、ありがとう。ありがとうございます。じゃあそして1位はきのこかパパさん、きのこのかパパさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、私もじゃあ1位はナーラブさんでした。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。のこかパパさん、ありがとう。ナラブさん、ありがとう。クマじゃなかった桜です。桜、あ、桜作ろうよ。あ、一緒に桜の木を作ります。クマして撮ってあげよう。あ、撮ってあげよう。見たのから やろうかな。やろうかな。いいよ、配信の画面見てんな。よいしょ。ちょっと個人的に欲しいから、もう写真かわいい。かわいいね。かわいい。こっちにも桜。こっちにも。ほっ。ほっ。桜。桜。ありがとう。かわいい。ゆうゆうさんにお揃い桜の木。いいですね。ありがとうございます。ありがとう。みんなありがとう。配信たくさん盛り上げてくれて。ありがとう。すごい、みんなのおかげで楽しい時間になりました。明日オンライン話し会ですよ、皆さん、ね、オンライン話し会です。最後だね。ほんとコシングル最後の話し会になっちゃいました。ペン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 。初めましてしに来てくれるよっていう方もさっきいらっしゃったりもしたので楽しみにしてます。振り返りもすいません、本当にみんな待ってます。振り返ってさ、あれ同じま、2時間目も、ん？ 2、3 時間目とかもおるってことじゃなくて、じゃなくて同じ時間、同じ時間で振り返るの。ちょっと私は多分空いてるのでってことかな。なるほど。はい、ちょっと3月3日の分が皆さん振り返りできるので、もしよかったらご参加ください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。明日話そうね。楽しみですね。楽しみにしてるね。ありがとう。おやすみ。おやすみ。ありがとう。楽しかった。またゆうゆうで、え、初めてじゃない？え、1年経って。ゆう初めて。ずっとしたいって言ってたのに、うん、初めてですよ。やっとですね。え、19期生見た。みんな可愛い。出た瞬間みんなで一緒にいたから見たよね。私は伊藤桃さん推しです。ああ、誰推し？2人は美人好きだよね、やっぱり。 SS イベントの時にみんなで え見たよね。そうそうそう、うん、え、でもマジでみんな綺麗、可愛いで、うん、ちょっと推しは迷っちゃう。お披露目の仕方が良かった。なんかめっちゃいい。 え、いい。あの、ね、めっちゃいいですね。めっちゃいいですね。でもサリーちゃん、サリーちゃん最年少の子、うんうん、と、あとメイちゃん、うんうんうん、かわいいな。かわいい、みんなかわいい、ね、でもかわゆいちゃんがいるんですよ。え、かわゆいちゃんかわゆいちゃんがいるんですよ。そう、ボブの子かわいい、ね、かわゆい。じゃあ霧のいいところでね、終わりたいと思いますよ。そう、終わりたいと思います。寂しいですね。寂しいですね。X のバズレもあります。パチパチ、ありがとう。あ、そうだ、私も投稿しなきゃ、はい、ありがとう。パチパチ、ありがとう。たくさん、みんなありがとう。壇上乗ってくれた方、ありがとう。次回の次回の悠々配信はサザエさん風で、あ、ありますかね。しようかね。いつか、でも近いうちに。忙しいね。またね、またね。ありがとう。おやすみ。配信ありがとう。こちらこそ見に来てくれてありがとう。ありがとう。しゅうけんさんもありがとう。明日もよろしくね、よろしくね。明日多分行けません。悲しい。え、でもまた振り返あるのかな。あるといいね。え、本当に明日で最後なの、やばい。もうお話し会ないの、やばい。寂しい。うん、
アルバムはどうなるんだろう、それめっちゃ気になる。えでもシングルとは6月5日、そうアルバム、ありがとう、早起き頑張ってねって、ありがとう、ゆうゆう配信しますね、そう早起きしなきゃね、そう3期でいっちゃん早い時間、そうよ、いっちゃん早いから早いよね、そうそう、早いんですよ、そう、誰か集合の時一人いない、そうです、お願いします、結構あるあるなので、じゃあ私はこれでドローンします、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう、じゃあね、ほあほほほバイバーイ、ありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ、見に来てくれてありがとう、ゆうゆうの配信の皆さんありがとう、ゆうゆうのファンの方ありがとう、終わりました、ありがとう、ゆいにゃんゆう、ゆいにゃんゆうのファン、ありがとうございました、ありがとうございました、私はね、またします、結構時間経つの早かったかもしれない、早かった、